はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、京王チャンネル本日はキコーナー豊中南店から放送させていただきまーす、はい、よろしくお願いします。お願いします。アップ耐えられへんなこれ。ちょっともう無理ちゃう。ちょっとずつフェードアウトして、実は僕だけじゃないっていうのをアピールしたいためにこうしました。すごいね、もうペヤングうざい、はい、うざい、帰れ。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。チリゲうざい。あなただけのペヤングです。ありがとうございます。めっちゃ落ちるやん。いや、そう、出たがりですからね。キモーって言われた。鼻テカテカやぞ、髪の毛ダゴなっての変やぞって言われた。詳しくは後ほど説明しましょうか。あとでな、はい、ペヤング邪魔って言われた。邪魔邪魔。はい、ということでいつもはね南北合同でやらせてもらってるんですが、今日は、後で阪急豊中の村委員長も合流ということで、はい、今日はなんと豊中合同になりましたんで、ありがとうございます。はい、お願いします。ということでね、本日、営業会議っていうのはもう視聴者の方も知ってる通りなんですけども、もうだいぶお疲れの中ね、集まっていただいて本当にありがとうございます。すごいですよ、昨日言うてたから会議やねんって言ってたからね。はい、ということで今日はいつもはねもうゲームやってたんですけど、今日は違うゲームをやっていこうということで、食わず嫌いやりたいと思います。トンネルズ、ああ、言ったかね。もう言うてる言うてる。そういうの言ったか。言うてる言うてる。じゃあ、一応自己紹介しといた方がいいかな、これね。チリゲの理由説明して。おい、細だ、細だって言われた。誰が読めた。細だってきた。すごい、これ初めてやる。初めてのあれやね。細だってきてますよ。初めて本名だよ。じゃあ、ちょっと自己紹介しといて。もうええやろ。なんで、自己紹介しといてよ。あ、細だ。投げやりお前、危ないっす。あ、紫来た。来た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 。どこどこどこ。そこそこそこ。なんか村井さんおもろいな。はい、あ、とりあえずさっき村井さん、あれ、この子に嫌いなもんと好きなもんだけ教えておいてもらっていいかな。はい、じゃあその前に、じゃあ容疑ちょっと自己紹介ざっとおっしゃってください。じゃあポンコツの方からいきます。はい、お願いします。豊中インター店ポンコツ店長です。はい、お願いします。お願いします。もう名前なしでポンコツに決まったからね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、で、まあ自己紹介も必要ないと思うんですけど、あなただけの、うん、ペヤングです。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、あと細だと雑やな、今日雑やな。じゃあムロさんお願いします。はい、豊中北の中室ことムロです。はい、お願いします。なんかね、競馬ネタが多いですけど、リス暮らしおめでとうというコメント来てますが、これはもう細田部長のことちゃいます。ありがとう、ありがとう。はい、最近ね、馬きこぐということで、はい、大馬さん好きな店長集まってね、G1 の前に競馬予想をしてるんですけども、なんと2回連続当たったということで、はいはい、おすごい。そう、実はね、意外に競馬上手という。ごちそうさまでーす。本命がね、本命当たったということなんで、放送に強いんですよ。はい、ぜひ今後もね、参考にしていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。あと村井さんもね、ちょっと準備したら後で出てもらおうかなと思うんですけど、なんか告知とかあれば教えてもらいたいんですけど。村井さん、さっき生放送出てましたけどね。村井さん出てた。あ、出てました。出てました。え、はい、そうやな、選挙近いからな。そうやね、そういうことでしょうけどね。選挙ポスター見たことありますね、確かに。確かに確かに。参院選近いで結構討論してましたよ。頑張ってくださいね。陽一って言われた。応援します。下の名前、陽一下の名前まで言うな。塚地に似てる村井さん。あ、あれね、ドランクドラゴン似てるんかな。似てる、似てるっちゃ似てる。似てる人多すぎるやん。多すぎますね。ペヤング超好きって言われてる。ありがとうございます。誰ですか。ありがとうございます。誰ですか。詳しく聞かせてもらっていいですか。急にテンション。詳しく聞かせてもらっていいかな。ね、来るで言うたやつは当たらんかったけど、まあね、競馬の面白さかと思います。まあ今日はじゃあこの5人で、食わず嫌いをやっていきたいと思いますけども、はい、告知どうしましょう。お知らせあれば。村井さんまず。村井さん告知どこまでしていいんやったっけ。これ知らん。いや、それはもうその言い方もあんまり良くない。良くないというか。あんまり良くないと思う。ざわざわね。ざわざわ。どこまでとか。口頭でちょっと説明いただくぐらいでいいんじゃないですか。もうすぐ七夕ですね。七夕。そこ？七夕ですね。キラキラもして。七夕ね。まあ七夕の季節が近づいてくると南北もね、ちょっと、うん、お空にお願い事し始めるんでね、注目しておいていただいたらいいかな。お願い事何すんの。何、花火。
花火、え、あかんやん、あかんやつやんぞ。はい、じゃあ村井さんもよろしくお願いします。あ、お願いします。まあ、村井さんはちょっとお知らせしといた方がいいんじゃないかな。そうですね。あ、共産党のマニフェストお願いします。どういうこと、どういうこと。じゃあ、半島用のマニフェストお願いしていいですか。半島用のマニフェスト、はい、いいんちゃう。はい、ちょっと待って、むちゃぶりちゃうこれ。いや、来たもん、コメント。え、マニフェスト、はい、まあ、お知らせでいいんじゃないですか。お知らせ、はい、まあ、7月の、もう僕これ言って大丈夫な、いろいろ大丈夫。いや、知らんすよ。ここでずっと、まあ、組合が違うからね。まあ、毎月だいぶ怪しいです。だいぶ怪しい。やめよう。お店来てください、はい、ホームページまた見てもらって、そうですね、はい、あの、いつでも楽しく遊べる阪急豊中店に遊びに来てね、はい。結構ニコ生歴長いけど下手くそですね。調子悪いな。だいぶ歯切れ悪いね。頭全然回ってない今。ちょっと考えてください。そうそう、半島よね、ぜひ、あの、7月注目していただきたいなと思いますので。そうですね、7月、はい、そういう言い方あるんですね。頭いいでしょ。大丈夫。慣れとる、さすがや。大丈夫、語彙力ね、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。じゃあ、こんな感じで、今日は食わず嫌いを決定するということなんで。生駒店長、ポスターある言うてたやん。お前、先なんだ。生駒店長、ポスターある言うてたやんか、取ってきてよ。元いでよ。ちゃんとしてよ。あのポスターポンコツやから、もう。早くもう。ちょ、急いで、ポンコツなんやから。7月11日、寝台入れ替えになります。あ、そうですね。それはオッケーよね。オッケーオッケー、入れ替えはいいですよ。翌日もぜひ来てください。はい。阪急豊中が寝台入れ替えってことは、田中南も寝台入れ替えかもしれない。どういうことそこはスパッと言っていいとこじゃん、それは。かもしれない。なんでそんなざわざわするの。はい、まあ、あの、大阪はね、はい、ちょっと自粛期間が明けて、寝台入れ替えが多分この7月の1週目、2週目ぐらいで一斉に行われるんじゃないかなと思いますので、そうですね、よろしければ、あの、各店の P ワールド、ツイッター、LINE 等チェックしていただいて、はい、確か LINE もなんかお友達変わったんちゃうかった ?LINE 変わりました。変わりました、ね。変わったお店手挙げて。はーい。あれ、はい、LINE ちょっと ID が変わったので、はい、ぜひまたお友達追加していただけたら嬉しいなと思います。ホームページに載ってますので、ぜひともお願いします。 PR のホームページ、はい、ペッてタップしてもらったらペッていけます。おすすめのセクシー女優とタイトル言って。ですね、はい、アトミシュリちゃん。違う、アトミシュリちゃん。おすすめの AV 女優、アトミシュリちゃん。はい、おいちみお。誰やねん。見てねや。夏目愛理。誰やねん。AV 女優ってことだ。まあまあコアのとこついてくれやな。この二人しか分かれへん。アスカキララとか、そういうのそういうとこじゃないもんね。ロリアンって言われた。いや、そうですね。アトミシュリちゃんめっちゃ可愛い。一回引退して復帰した時にはもう号泣っすよ。もう今じゃあ現役でやられてるってことですね。そうですね。もう一個なんか可愛い子って。ペヤング黙れって。ええわ。え、生駒さん帰ってけへんけど大丈夫。そうない、ポンコツやもん。やっぱり。さっき初めてやんか。臨時してんじゃん。臨時。いや、ちょっとポスターしてんの。返事させて、先に告知しておきたい言うてましたけどね。もうどうせの先始める。いや、あと2分ぐらいやったら村井委員長が罰ゲーム取ってくれる。なるほど、2分ちょっとマニフェスト、ほんで2分お願いします。マニフェスト2分。今後の豊中の方針について。今後の豊中の方針について。あの、参議院選挙について先にお願いします。ああ、水道からオレンジジュースが出るようにします。それ今笑った細田店長だけですから。ありがとう。ありがとう。みんな引いてね。ポッポの印刷終わったんで出まーす。はい。印刷して大変やっぱり。遅い。はよはよ。うんこしてたんか思った。あ、コメントでね、村井さん、しゃあないわ。コメントやからややろ。7月12日、阪急豊中店来てねって言っといてあげる。ありがとう。ありがとう。そのまま読んだから私。ありがとう。ありがとう。優しいね、みんな。ちゃんと Y6 配っといてよ、村井さん。え、ちゃうわ。ちゃう、アトミシュリー。調べてる人いるわ。ほら。ちょっと、ぜひとも一回ご覧になってください。ぜひとも。お願いします。共感できる方は募集中。共感できる、ちょっと、アトミシュリー、ちょっと調べてみよう。あの、告知お願いしていいですか、うちの。誰がペヤング店長。え、なんだどういうこと豊中インターの告知。あれですね。豊中インターの告知を僕がしたらいいの。はい。うん、してくれと。はい。豊中インター店ね、6月末に、なんと、大型なことが起こりました。おということでね。はいはい。それを、じゃあ今からポスターで発表していただこうと思います。登場お願いします。あ、そういうタイミングだ。せーの。Happy birthday to you! え？Happy birthday to you!
どれどれ。 Happy birthday dear my mom。 うちかい。 どういうこと。 Happy birthday to you。 ありがとうございます。6月23日ね。あ、ありがとうございます。まあ、だいぶ、だいぶ過ぎてますけど、ありがとうございます。びっくりした。ちょっとこのタイミングしかね、なかったんで。あ、すいません、ありがとうございます。我々一同からでございます。ありがとうございます。消す。あ、どうぞどうぞ。消してくださいね。消すの。5歳になったということで。そうですね。私この5歳だったらここのホール来れないけど大丈夫ですか。5歳の抱負とね、お願いします。5歳の抱負って何。ちょっとね。はい、お願いします。まあまあちょっともう1週間ぐらい過ぎてますけどね。まあまあまあ、はい、あ、すみません。じゃあこれ後でみんなでね、いただきたいと思います。顔に投げるんですか。あ、じゃあ村井さんの顔に。ほらっていうか、俺、はい、俺リアルドッキリやねクリスタ、はい、お前知らんよね。知らんよね。なんかポスター知ってるとか言ってる人ほんまに。お前びっくりした。そう、なんの。いや、もう嬉しいわ。ありがとうございます。今日実はあの、買いに行ってたんですよ。ナンバー一番ドッキリしてんねんけど大丈夫。はい、はい、村井さんのドッキリも、ね、やれてよかったね。いや、びっくりした。そうか、別人で行った、別乗りで行ったからや。そう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 。そういうことか。はい、ありがとうございます。じゃあぜひ前々にね、この1年の抱負を言ってもらって、はい、そうですね。まあなんだかんだでも私もちょっと年女になってしまいまして、だいぶおばちゃんになったんですけども、まあちょっと生放送続く限りはね、ちょっとローターに用いて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに私も今日誕生日なんだけどっていう人いますよ。あ、おめでとうございます。ちょっとペンゴさん、ちょっとかっこよくおめでとう言ってあげて。はいはい、アップアップ。じゃあ喜ぶから任せて、任せて。はい、頼むよ。今アップやからね。ハッピーバースデー。ありがとうございます。最高の一日になりました。おめでとうございます。なりましたってな。終わった、終わった。帰れって言われた。はい、今のスクショしといてね、みんな。はい、だいぶ汗出ましたけど。はい、ということで、じゃあコアズギライブをやっていきたいと思うんですけども、はい、各 おのおのね、好きなもの、嫌いなものを伺っておりまして、はい、そちらを今日はご用意させていただいておりますので。全部好きやけどな。一応、3品好きなもの、1品だけどうしても嫌いなものが入ってますんで、まあ、これをなんと視聴者に、見破ってもらおうというゲームになってます。見破られた方は罰ゲーム。あれ絶対田島さんやろ。股間ハリセンありますので。あれ、はい、頑張ってください。それ後で。ということで、じゃあ、先に順番を決めていただきたいんですけれども、順番決めてください。よし、順番どうします。視聴者さんに誰からやってほしい、誰が取りたい方がいいっていうのを決めてもらった方が面白いと思うんですけど、ね、誰がいいんやろ。じゃあちょっと誰からやります。ペヤング。ペヤングペヤング。ペヤング。ペヤング。ペヤングはあれかな、最後の方がいいかな。これどうだろう。視聴者に見破られたら負け。アウト。負け。危な。俺唐揚げと。いや、言わないで。言うなや。まだやから始まってから。いや、違う、そういう意味じゃなくて、はい、好きなもの3つ、何も聞かさずに、はい、好きなもの3つと嫌いなもの1個って言いましたね。言ってたやん、はい、だから明らかに好きなやつ3つと明らかに嫌いなやつ、まあ、それでいい、それでいい。それでいいね。だからあの、演技して、演技してね。それが狙いやった。はい、村井店長罰ゲーム受けてほしいんですよ。でも途中で危ないこれと思って、そこそこのんがってきた。いや、そう、それでいい、それでいいよ。それ言いたかった。じゃあ一応視聴者の意見は、細ば年寄りからでいいんじゃないですか。ペヤングはラストでいいよ。ムーロンもみたい。陽一、腹が出てる人からで OK。 まあまあ、じゃあムーロンさんからいきましょうか。ただね、でもちょっとムーロンさんのやつね、チンしな、ちょっとだけチンしようか。チンする、チンする。そう、レンジでちょっとチンせなあかんのよ。この間僕らは何しといたいんですか。この間こっちガヤ席あるから、あの、見といたい。ガヤしとこう、ガヤしとこう。ガヤ席な。はい。ゲーム、ポンコツ店長の椅子だけない。ちょ、持ってこよ。じゃあ、ムーロンさんから行こうか。じゃあね。いや、これすごいな、これすごいな。あれしようか、 AV 女優しりとりしようか。どういうこと。誰もついてこられへんやん。なんて、なんて、なんもない、なんもない。今ちょっと今一人だけざわざわしてくる、大丈夫。はい、じゃあ、一応ね、ムーロンさんの、今日の4品は焼き鳥のネタですね、これ。そうですね。はい、皮、ネギマ、つくね、レバー、この4品になっております。なかなか難しいんちゃいます。居酒屋ではね、定番メニューじゃないかなと思うんですけど、この中で一品だけムーロンさんが嫌いなものがあるので、皆さん一緒に考えてください。はい、ムーロン頑張って。ムーロン頑張ってってコメント来てる。そんなんいらないですよ。 ありがとうございます。一人でそのしりとりやって。ムーロンさんな。はい、なんか絵になるな、ムーロン。なんかかっこいいね。もうなんかほんまにそういう人みたい。どういう人。どういう人やねん。なんかあの、食いしん坊万歳みたい。
松岡修造ですか？え、何ヨレスケ？なんかいいともとかに出てそう。頭がボロやからな、食レポしながら食うで。うわー、うまいなー。いやーなー、ほんまこの先輩。いやいやね、もうやりにくいわ。ということでじゃあリスナーさんどれから食べるかっていうのはどうしたらいいの？これ全部リスナーさんに決めてもらったらいい？そうそうそう、実は男前やね。視聴者さんに決めてもらった方がいいんちゃうんですよ。じゃあ視聴者さんね、どれから食べるかを、決めて。もう何代目の食いしん坊バザイ？いや、待って待って、僕苦手なの知ってるでしょ、そんなコメント。じゃあ行きます、皮からお願いします。皮から、皮からね。じゃあ1個目、1品目皮ですね。いや、俺も知らんもん。行きます、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ皮を食べていただきます。何が好きか嫌いか知らんもん。皮な。じゃあ、ムーロンさんね、今から実食していただきますので。いやでもね、僕、皮は好きですからね。僕言っておきますか、もともと焼き鳥屋でバイトしてましたから。そう、それ知らんかった。皮とか結構ね、カリカリに焼いて食べるのが好きでしたけど。皮ね。じゃあ、早速、はい、食べていただきましょうか。これ、好きなやつを嫌いな風に食べた方がいいの？さあ、どっちがいいでしょうね。それ自分のあれちゃいます。演技次第ですね。うまって言って食ってんじゃん。あ、でも皮ってどうすか、店長ら好き嫌い。早食べろや。いやいや、何タレですね。何やあの人、悪いな。悪態ついてるわ。あの先輩何や。じゃあ皆さん、視聴者の方ね、一緒に考えてください。いや俺皮は一番好きなんや。あ、皮うまい。塩美味しいです。塩早いけどね。ムロさん皮どう？どうですか？皮美味しいですね。皮美味しい。はい、あんまりタレで食わんですけど、うん、塩で、うん、だから塩で食うぐらい好きですね。ああ、なるほどね。塩で食うぐらい。ガイアの人はあれですね、もっとこう質問を引き出してあげてください。そうそう、いや、なんか潰しにかかりましたね。あれやね、視聴者さんに当てさすようにガイアセラーかな。ああ、なるほどなるほど。そう、情報を引き出してあげてください。でも、ムーロンさん、ほんまに嫌いな前であんな顔して食わないと思う。ああ、これ絶対そんなさっささっさ食わへんもん、ムーロンさん、絶対。いやいや、もっと口数が増えると思う。当たってんじゃん、これ。当たってるやろ。いやいやいや、もうだってええ年やで、その嫌いなもんも普通に食べるやん。とりあえずビール持ってこよう。あ、そうやね、ビール。ビール。だけど、関西には言っといてよ。一応ね、仕事中か。ないないのやつ、ないないのやつ。はよ食べよう。あ、じゃあ、一品目ね、完食しましたんで。じゃあ次、二品目になるんですけど、上から順番でもいいよってね。ちょっと残して、あ、食べた食べた。食べました食べました。じゃあ店長陣、次ネギマつくねレバーあるんですけど。つくねつくねつくね。じゃあ行きましょうか、つくね。いやもうつくね大好きですよ。いや本命はこれでしょ。じゃあ、食材カメラね。はい、本命これでしょ。2品目つくね行きまーす。本命時点大穴十分口数多い。ヒントになって。おいしそう。はい、じゃあつくね。いや全然つくね大好きですよ。どこで買うてきたんこれ。めっちゃ急いで食うやん。スーパースーパー。めっちゃ急いで食ったっすよ。細い早い。怪しいですね。コメントちょうだい、コメント。つくね嫌いとかある？コメント。そうですよね、つくね好きですから。つくね嫌い。なんかおかしいな。おかしいね。そんな急いで食ってなかったっすもん。一気に食ったから喋れんかった。お水用意しときましょうか。ちなみにこの中にある嫌いなもの食べんのってムーロさん何年ぶりぐらいですか？どうですかね、小学校の時ぶりぐらいじゃないですかね。そんなに？そんなに？そんなに？だから親父と焼き鳥屋さんとかね、はいはい、連れて行ってもらった時に、まあ、興味本位でなんかいろいろ食べるやないですか。はいはいはい。でその時に食べて、うん、これはっていう。じゃあちょっと無理やネギマ消えるんじゃん。そうですね、ネギマの皮なんか絶対食うでしょ。あんたらが予想しとるやないか。じゃあ次何、3品目どうしましょうか。レバーかネギマ。レバーでいきましょう。あえてレバーでいきます。レバーでじゃあ、レバーね、食べていただきます。ちょっとその辺のジャグラーからレバー外して持ってきてよ。はい、じゃあレバーいきます。レバーいじめや。レバー違い。じゃあ3品目食われても怒るし。視聴者ほんま言うね、もう推理入ってますから。レバー違い。じゃあ、3品目レバーいきましょうですね。いやでもこれ色悪くない？あ、なんか文句言ってるな。あ、文句言ってる。じゃあ見て見て見て。いや絶対レバーやろ。それタレですよ、タレレバー。そういう色です。そういう好きなものやったらそんな文句言わない。食べとるやん。食ってるやん。食いたいだけやん。お腹空いてるやん。うまい。いや、うまい。多分いいよ、店長。うまい。店長。僕は、何食わせる意味分からへん。これ怪しいな。食いたくないやん。こういうフェイントありますからね。生駒さん、うまい。これちなみに当てられたら交換ハリセンですからね。皆さん、気をつけてくださいよ。いや、ムーローさん、ちゃんと食べてよ。いや、食べます、食べます。なんで怖いの？ 5 個あるから。いや、食べてない。
なんかもうポンコツやもんな食い方。全部食うんかもだ。来た。細田店長いいっすか。いや俺レバー嫌いやね。リアルやな。リアルや。もうこれ細田店長嫌いなやつじゃないですか。いただきます。はい、じゃあムーロさん。はい。生やったらいいけど。あ、焼いてんのがダメなの、ね。焼いたやつダメなの。ちなみにムーロさん焼き鳥以外でも嫌いな素材って食べないんですか。焼き鳥以外でも。嫌いなやつですか。はい、徹底して食べないのか。早飲み込んでよ。早飲み込んでもう。わかりやすすぎやろこれ。なんぼなんでも口の中残ってるやん。だってもそも早飲み込んでよ。もそもそしてるやん。飲み込んで。レバーやろ。いやでも余ってるし、なんやったら1個。いやでもこれはあえての皮。いやいやいや、レバーでしょ。あんなんもうレバーやん。ちょっとそれ食ってよ。とりあえずそれ食って。いや、あのね、パサパサ。でも最後実食せなあかんから、それちょっと置いといてもらおうか。じゃあ、そんな分かりにくい。最後実食しなあかんね。あれやん。あれやん。はい、じゃあ次、最後ね、4品目。めっちゃ水飲んでるやん。一応、はい、これネギマ。最後ネギマ。でもネギ嫌いな人とかいますからね。そうなんですよね。まあね、じゃあとりあえずそれも残しとこうか。全部食べちゃったらね。そうですね。ネギマ、ネギマね。ちなみにムーロさん、他に嫌いなあったら教えてください。今日、そうですね、シャコとか、昔エビとか嫌いでしたね。なんかアレルギーあったとかじゃなくて。じゃなくて、はい、なんかその、あれですね、ウニュっていう感じの。あ、食感がダメやったですね。はい、あれはあれ、レバニラ炒めとか。レバニラ、王将で食べたじゃないですか。直やん。食った。嘘つかんとってください、とりあえず。王将行ったことないか、一緒に。じゃあ4品目ね、最後これネギマ食べましょうか。食べたくないなぁ。俺もあれめっちゃ食ってるやん。水めっちゃ飲むやん。水めっちゃ飲むやん。僕らそれ食わんで大丈夫ですか。あげる。はい、今一応ね、ムーロンさん4品食べましたけども、食べたことないもんな。なんか細ばずっとボソボソ、なんか一人で喋ってんな。え、細ばレバー食べたいんかな。はい、ということで、ムーロンさんのねお食事は終了いたしました。じゃあ視聴者さんね、これ予想していただこうかなと思うんですけど、これもし、まあ一応アンケートで結果聞くので、一番多いものをね、ムーロンさんの嫌いな食べ物というふうに認定させていただきます。じゃあこっちもじゃあ選んときますわ。そうですね、座席側でどれかって。そうですね、僕これやろ。いや俺これ。いや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 、じゃあこれですね。僕らはこれ。これ一番下、間違いない。いや、あえてのこれ。いや、俺もあかんから。あのリアクション似てるもん。ちゃんこれ全部好きやから分からへんもん。できます。あ、そう。あ、俺分かんねえ。これ被ってるかもし。いや、これね、嫌いな人ってもうまあまあ食えない人は食えないですね。もう食感、あのもうパッサパサやからね。え、ちなみにね、嫌いなものを指定されたら最後食べてもらって、もしそれが合ってたら参りましたって言ってください。佐島さん、もし OK やったらセーフにしてください。これ食べてまいりましたって言うんですか。いや、ほんまに無理。はい、かぶってますか。さっきあったし、ここにかぶってました、来とったよ。あったし。じゃあ、天正人はどうですか、意見的には。レバー。ほんまにレバーです。レバー、レバー。村井さんは皮かぶってるから。うん、俺ちゃん、俺おー、言うてもだよ。かぶってた。かぶってるよな。じゃあ、リスナーさんのね、視聴者さんの意見、ニコ生のね、アンケートで今、回答締め切りますので、結果出します。顔にしたいた、顔にいるやん。ドン。ということで、視聴者さんの意見はレバー 70% になりました。露骨ですね。ということで、じゃあこれは、最後ね、レバーちょっと残ってるので食べてもらって、当たってたら参りました、ムーロンさん。もし外れてたら、セーフっていうふうに言ってください。じゃあ最後の実食ね、行っていただきます。実食。あ、ありがとうございます。それ待ってた。はい、でしょ。それやって、今度からお任せください。ちゃんとあの実食カードも作ったから。作ったね。結構しっかりしてんの。はい、じゃあお願いします。もう水早い。水早いって。水。え、そんなにストレートに。いや、あやって好き、あの好きですっていうパターンや。あやって好き、飲みすぎやから。好きだったら大好きですって言ってねーってね。じゃあ、ムーロさん、参りました。はい、アウトですね。じゃあ、ムーロさんは股間配膳。わかりやすすぎるでしょ。わかりやすすぎるやろ。はい。いや、レバー苦手なんですよ。なんで苦手なんすか。そう、なんでなの。口の中が、ね、これ小学校の話なんですけど、はい、給食あるじゃないですか。あ、なんか大のおかず、小のおかず、あ、ありました、ありました。そういう世代やったんですけど、
四角いのが出てきたんで、僕サイコロステーキは思て、なるほど、食い払っとったから、もういっぱい入れてくれって言って、いっぱい入れてもらったんですけど、まあ、一口食ったらレバーでクソまずくて、ね、10日後までかかって食べたっていう、そういう時代でしたから。なるほど、ということで、ムーロさんは、見破られてしまったので、じゃあ、ここハリセン、お願いします。誰がやりますか？いや、それはもう決まってるでしょ。部長がやる。うちのエースがもう、部長やから。エース、はい、エースが。おじいさん。じゃあ罰ゲーム。股間ハリセンのプロと呼ばれてますか。股間ハリセンってなんなん？いや、やばいっすよ。一回やってみます僕の。いや、いらん、いらん、いらん。え、ちょっと待って、どういうこと？マジでやばいっすか。これ僕これめちゃめちゃ受けましたから。牛に謝れって言われた。何をすんのこれ。股間ハリセン。じゃあこれで視聴者の人はね、見事当てていただきましたね。目隠し大丈夫？目隠し。目隠しいんの？大丈夫？潰れへん？おキンキン。おキンキン。皮かぶってるから大丈夫。大丈夫か？はい。ほんまに潰れる？ほんまに潰れる？じゃあ痛いし。出るとき。子供作れる？無理、あかん。いやいや、トップバッター嫌や、まあまあ、なんかしなってるもんね、それ。いや、あれやばいっすよ。これ年季入ってますから。あ、手をしといて。ムーロンさんのビビリオが。大丈夫？病気なれへん。逃げるやん。目隠しした方がええんちゃう。あやす。目隠しある？いや、ありますよ、目隠し。このままいきます、いきます、今日。あれある。そうそうそう、目隠し、ほんまに怖い。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いける？え、じゃあもうちょっと下がってもいいよ。ちょっと近いな。目隠しの方がいいんちゃいます？ムーロンさん、仁王立ち。あ、仁王立ちな。仁王立ち、ラオウみたいな。一回受けたら分かるで。一回受けたらほんまに腰引ける。え、ほんまに？ほんまに痛いじゃん。どうしよう。僕とムーロンさん、受けてますか？え、大丈夫？ほんまに。いや、大丈夫じゃない。出へんよ、ならへん。あのね、そんなね、スイングコンパクトなんですよ。ちょっとダメがない。目隠し持ってきてあげて。逃げる？開いた。バチン。やみつきな。思ったより音鈍いね。マジ痛いっすか？あのね、結構ね、コンパクトでも死に当たるんすよね、これ。オトバーの時は僕がちゃんと責任持てる。恨みやんな。オトバーの時は任せてください。じゃあ次の方、どうしましょう。誰が行きます？次。ポンコさん行きますか？行きましょう。わかりました。じゃあ食べる人はポンコさんで。牛みたいな腹。みんな水持ってるけど僕だけない。あ、そうそう、飲み物ちゃんと持っといた方がいいですよ。じゃあね、ムーロンさんは残念だったということで、次はポンコツ店長にね。はい。ポンコツ店長はね、結構あの買いに行った分はあのご飯みたいな、はい、ね、感じでした。普通の食事やん。食事になってました。メッシ、お前メッシや。レバー嫌いやったんでね。なるほど。あ、レバーみんな結構ダメなの？はい、あ、そうなんや。へぇ、美味しいのに、レバー。レバー美味しいですね。はい、まあ、細場はね、生がいいんやね。何が？生やったら食べれるんやね。生レバー。生レバー。ね、焼きが嫌ってことですね。生レバー美味しいですね。生レバー美味しいけども、ポンコツ来たーって言われた。なかなか食べられへんや。食えないっすね。はい、じゃあ、ポンコツさんの今日のお品。フルーツサンドイッチ。酢豚。冷やしうどん。焼き魚。普通に飯やん。そう普通にご飯。普通に飯やん。さあ、この中で嫌いなものが一つだけありますんでね、それを皆さんで考えてください。焼き魚。あ、じゃあ焼き魚いきますか。ちゃんと晩ご飯抜いてきたんで。あ、やっぱりちゃんと。じゃあ焼き魚っていうね、お声がかかってたので、じゃあ食材カメラもね、こちらちゃんと、あ、半分にね、そうですね、最後実食用に残しとかんとかからね。じゃあこちら、これ焼き魚ですね。これ今日はあれかな、タラかな。あ、美味しそう。いや、はい、白身魚になっております。普通に美味しそう。じゃあこちらポンコス店長ね、実食じゃお願いします。晩飯抜いてきたって面白いな。おかず2品、主食、デザート、お夕飯ですか？違いない。じゃあいただきます。はい、ちゃんとこう見といてくださいね、皆さん。あ、結構しっかりした。そうっすね。え、そこ、それ、え、それ食べれるの？ガチで好きやん。え、やっぱ骨周りが。あ、骨周り。骨周りが。もう好きや言うてるやん。いや、でも嫌いなもんでも好きって言わなあかんからね、これね。なるほどね。どっちかやね。好きなもんでも嫌いって言わなあかんかもしれんし。中骨一旦初めて見た。美味しい？美味しい。美味しい。美味しい言うてる。美味しい。お米いるよね、これね。ほら、米欲しいですね。米欲しいですよね。あ、しっかり食べてますね。そうはどうですか、この食べっぷりは。いや、これ好きですね。好きな方。これ好きですね。好きな方、まだね、あと2品も、3品ありますんでね。めっちゃ食ってるやん。小骨が刺さって嫌いとかありそうとかね。
あでも魚嫌いな人って骨取んのがめんどくさい、ね、そうとかね、うん、ポンコツやからほんまは苦手なもんなくて全部好きやったとかそうなんじゃないそ, そういうオチ、ゲーム性わからず、まあまあポンコツや、ゲーム性わからず晩ご飯食べに来た勢いそういうのない大丈夫じゃあこんな感じでいいですかね、ポンコツさん1品目はポンコツすぎるやろ、じゃあ2品目どうしましょう、何に行きましょうか、何します、酢豚、酢豚ちゃんとあの主食通りやってあげないとあかんから、あ、ほんま酢豚して、で、主食でフルーツ最後デザートで、はい、じゃあ酢豚の嬉しそうやもん、じゃあ酢豚ね、あ、まあ、あれ酢豚か、まあ、適当に、はい、あの食材入れていただいてお皿見してください、普通にはお腹いっぱいになるやつやん、これ、うん、ね、パイナップルは入ってないかな、入ってないですね、あ、酢豚美味しそう、はい、じゃあそんな感じで、はい、いきたいと思います、うまそうやな、酢豚、細田、その中で何嫌い、うん、細田ってだってコメント来てるもん見えるでしょガッツリ細田ってめっちゃおもろい兄貴どれ嫌いですか、こんな感じ全部食えます、あ、全部食えますね、じゃあポンゴさん2品目、パイナップル入ってる酢豚あんま好きじゃないですけど、ね、あー分かる、これ1個ずついった方がいいですかね、まあまあそれはお任せします、はい、食べやすいようにやってください、酢豚は無類の大好物ですね、あ、中華ね、中華、王将行ったら絶対、お味どうですかポンゴさん、下手くそやなコメントも食いに来ただけやないか確かにほんまに普通に食ってるだけやな、静かっすね、黙々となんか魚の時とどうなる、勢いとか一緒なのかな、黙々とまさにポンコツって言われて飯食ってるだけほんまにもうなんか情けなくなりますわ、リアクションお願いしますって言われたポンコツ店長ってクロちゃんが言う、これちょっと分からへんな、ほんまにご飯が普通にね、水戸はご飯欲しい、言う前からポンコツ白ご飯ね、うん、逆にまあこんなもありかなと思いますけどね、 OK ですか、あ、ペヤングの声うるさいって書いてありますけど、ほんまや言われた失礼いたしました、普通にご飯食べてるってね、じゃあ次3品目いきましょうか、3品目どうしましたら、そっか、人参かって書いてあるから別に酢豚が嫌いじゃなくても人参が嫌いっていうパターンもあるんか、あーそうやね、まあそれもありますね、じゃあ3品目どれいきます、うどんでいいですか、うどんでいいですね、冷やしうどん、はい、じゃあ今回ね、冷やしうどん、はい、ありがとうございます、ポンコツ店長、いろんな人が飯食う DVD の撮影じゃないんやぞ言われて怒られてますけど大丈夫ですその通りやと思いますけど、うん、コメント面白い、何の PV やねあのコメントはね、今日あの店長たち見ていただけてますので、あの思う存分コメント打ってくださいね、皆さん、ペヤング仕切るな、仕切るな、ペヤングってなんかもうコメントしてるだけなのにペヤングの声うるさい、じゃあ、冷やしうどんね、食べていただきます、はい、何あれ、うどんは飲み物なのいや、ポンコツすぎるやろうどんは飲み物、何あれ、何あれ、うどんは飲み物、怖い、怖い、うどんは飲み物、味噌汁みたいな、おはや、ホラーやん、食べてない、汚いな、ドゥルルン、ドゥルルルルルン、最後、これももうなんか案外ね、あの小麦粉アレルギーだったとかね、そういうのもあるかもしれませんけど、アレルギーはやばいですよ、ね、アレルギーはやばいですね命がけ、次は箸使ってくってますからお前、何やったやん、最初は何やった、いきなりどうしたんって言われたそんな食い方あんの、恐怖映像間違いない、ホラーやで、食い方ポンコツって書いてありますよ、ちゃう、メニュー選びがポンコツ俺うどん苦手って、ね、言われてますけど、あ、全部食べましたかね、いや、まだ、あ、まだ残ってるね、うどんどうなんだろうってね、確かに冷たいのが嫌い、冷たいうどんが嫌いっていうその可能性もありますね、あったかいのは好きやけど、そうそんなんある、歯しみるとか、いや、資格かみやん早っ、ポンコツやなお前なんかもう、なんか一人だけ違うことやってる気がします、確かにご飯食べてる映像あ、プライベート映像みたいな、じゃあ、4品目最後ですね、デザートでフルーツサンドイッチになります、もう一回ちょっとたくさんで冷やしうどん行ってからフルーツデザートでフィッシュか、はい、じゃあこれはい、4、いいですよ、はい、じゃあお願いします、フルーツってなんかもあれですね、あ、実食分別であるんでね、取り分けてるんで大丈夫ですよ、じゃあポンゴさん、これ最後4品目になりますんでね、ちょっと待って、うどんがね、うどんがねちゃんと食べよう有名し抜いてきたんちゃうんかまあまあ、小食なんかな、そうですね、でも結構お腹出てましたけどねまあまあね俺はペヤングのチリチリが苦手どういうことどういうことどういうこと誰かに迷惑かけてもはい、じゃあ4品目ね、フルーツサンドイッチお願いします一応ね、この中に苦手なものがあるはずなので、あるんかほんまに
全部ね、普通です、ね、普通にご飯食べてる、ね、まあでも一番分かりにくいパターンですよね。でも、うん、もうあれやな、おいしい、おいしい、まずそうに食うよね。まずそうに食う、じゃあ表情がないだけですよ、表情が、まずそうに食うな、絵面が迷惑だ。でも優しい、嘘って書いてある。でもほんまなんや、めっちゃ優しい人いる。今食い切らんとダメですかね。あ、もうちょっとお腹いっぱいやったら置いときます。じゃあ小食やな。ちなみにポンコさん、それの嫌いになった理由って何なんですか。その4品の中のね、1品なんで嫌いになったんですかって言ってますけど、なんですかね、見た目が許せない。見た目が許せない、難しいな。見た目が許せない、酢豚とか見た目な、あ、見た目焼き魚じゃん、焼き魚、今のどうだって、冷やしうどん見た目が嫌ってないでしょ。ないよね、はい、僕もあるっすよね、小学校でも言われた食材は全部聞いてあげて、ちょっと声がちっちゃいけど聞いてあげて、聞いてあげてほしい。給食で、はい、給食で、はい、僕もみんな掃除してる中一人で食ってましたね。あー、残ってたってことね、はい、酢豚か、どうでしょうね。じゃあ給食、給食で出るの、出ないでしょ、出ないでしょ。酢豚とか焼き魚もある、週1回あるもんね、米飯給食みたいな、ね、そうそう、なんか当たりみたいな、焼き魚、あ、そうか、細田店長と多分我々みんなちょっとジェネレーションギャップ。米飯給食って久々に聞いた。誰がやる。いやね、ちょっとだいぶ給食も変わりますからね。今給食ってあんの。ありますあります、もっと美味しいですよ今のやつ。給食出てくる。いやけど僕らの給食の時はクジラの肉出てたからね。ほんまに言ってます。クジラの肉ね、店長の時まだ出てるんですか。全然めちゃめちゃうまかった。米飯給食って昭和やな。昭和や。米飯給食って久々に聞いた。細田戦争大変やったね。もうちょっと後やな。細田さんは脱脂粉乳ですか。どれだけ何歳やね。脱脂粉乳。脱脂粉乳ね。まあ、一応私らはね、まあまあ瓶の牛乳だったりその三角の、ね、僕パックでした、三角の、ね、そうなんやったら、もうポンコツ店長の嫌いなんだもん、こっちも考えてあげない。そうそう、考えてあげて、ほんと僕これ僕も酢豚っぽい、俺これ給食やったら、あ、バレてる、それもわかる、それもわかる、バレてるね、焼き魚やと呼んだ。じゃあ、視聴者さんね、回答締め切ります。これ難しいですよね、冷やしうどんということで、視聴者さんの意見はフルーツサンドイッチが一番嫌いじゃないかという予想になりました。なんか残したもんな。じゃあ実食ね、もう一回してもらって、もしこれ生駒店長ね、ポンコ店長、はい、ずっと好きであれば、え、ちょっと待って、フルーツサンドいつまで食ってるの。お前はめっちゃ、もしね、食べれる、好きであれば大好きですと、はい、もし食べれなかったら参りましたっていうね、コールをいただきたいと思います。じゃあフルーツサンドどうする、残ってるからそのまま食べる。そうですね、はい、じゃあペヤングさん、誰がコールお願いします。早い、食ったらあかん。はいはい、まだまだまだ、じゃあお願いします。実食。ちゃんとね、やろうか。はい、食べてください。あ、給食でサンドイッチ出えへんやろって。まあ、レアっすよね。え、でもサンドイッチ出ましたよ、僕の時。あったあった、あったあった、ありました、私らもありました。大好きです。あ、大好き。ということで、視聴者は俺、酢豚やと思う。じゃあ、酢豚、焼き魚。めっちゃバラバラやけど、今から言うても。じゃあ次だけ食べてもらおう。じゃあ何食べてもらおう。じゃあ次酢豚でいきます。じゃあ酢豚ちょっと、はい、出してください。ペクドンにしたって。え、これ1個ずつやっていくの。いや、それひどないですか。え、ちょっとだってどれがあれか分かんないからね。じゃあこれ2食、次ね、酢豚、はい、じゃあ、食べてください。あ、好きそう。全然普通でしたね。まだいく。サクサク聞こえるけど。参りました。ということで、ということで、ポンコツ店長の嫌いな食べ物は酢豚、まあお野菜が嫌いということで。ピーマンとか何って感じですからね。ああ、なるほどね。やっぱりそう、あのコメントにあったけども、あの人参とかね、酢豚というよりもそっちやってんな。食材が嫌いということですね。野菜だ。じゃあ変色か、だいぶ変色かかもしれませんね。野菜全般嫌い言うてますからね。はい、旅行食野菜が一番嫌いです。じゃあもうほとんどやね。なんかほぼアウトですね。あ、じゃあこれで、視聴者は騙されたので、じゃあポンコツ選手は罰ゲーム回避ですね。おめでとうございます。なるほど、こんな感じでやったらいいんか。なるほどな、OK です。じゃあ免除ですね。ごちそうさまでした。はい、お疲れ様でした。ピーマンに謝れって言われた。じゃあ次どうします。誰行きましょう。僕行きましょうか。
いや、トリやろ。トリやろ。じゃあ、村井さん行く。じゃあ僕行きますわ。村井さん行こうか。はい。ちょっと、田島店長、私をトリにするここ、豊中南やからそうですね、やっぱトリはトリはペヤング、ね、村井さんのね、ものに関してはちょっと後で、村井さんに今、急遽ね、買ってきていただいたのでなんか食ってますけど、あの人のやつ人のやつただ腹減っとるだけやないか美味しい、はい、じゃあちょっといや、俺トリちゃうから嘘って書いてくれてるじゃあちょっとあの村井さんのねもの細だと言ってやる細だ俺を取りにするなじゃあちょっとねコメント、テキストを使って、ちょっと作らせてもらいますねはいペヤング全敗嫌いです嘘って書いてくれてるとこにぬくもりを感じますね嘘って書いてたの嘘って書いてますほんまそれただ自分がなんか、ね、ペヤングの悪口は嘘って書いてるけど私の悪口細だって普通に書いてあるもんな細だ取りって書いてある細だめっちゃおもろい僕らでも余裕上げる余裕上げる視聴者だけ言えるよね細田鳥村井店長好きなものはマクドと吉野家って書いてあるあ、わかるあえ何してんの、まあ、あの体重的に太った時のあれ、ね、あの伏せいた時にマクドと吉野家を往復してたそりゃ100キロ行くわな、はい、行ってましたねじゃあちょっと待ってね品物ちょっとイカ、卵豆腐イカの塩辛完全におつまみやな全部食えるやんだってコンビニって言ったらこんなもんしかなかったよまあねだってまあまあ今日ちょっと聞いてなかったからね村井さんのやついやほんまに好きなもん見つかってくるか思ったもん唐揚げくんとかあ、まあ、それでもねまあでもどうだろう嫌いってのはないよな おキンキンパチンやられるとこやったやんそれおキンキンってない陽一買ってるんやったらねビビットクロとかもだこれ刺激やなこれ刺激森刺激あ刺激さん刺激さん刺激さん今日見てるからなんかこれ刺激やでじゃあ、村井店長選んでるのも下ネタみたいになってるもんどういうことどういうことどういうことところてんとかそうそうところてん美味しいやんちょっとあの村井さんが食べるとちょっとエロスを感じるんじゃないですかどういうことじゃあこれねチーズということでこれ4品買ってきていただいてるんで、はい、じゃあどれからいきましょうかこれで、ね、多分みんな村井さん知らんと思うんでちょっとこれ予想してもらいたいんですが店長陣じゃあどれ一発目ちょっとどれからところてん、ところてん、ところてん。もうところてんやと思う。ところてん。だってカロリー大好きな村井店長がところてんなんか食うわけないと思いますからね。食うわけない。村井さんってお酒飲むん？飲みますよ。ああ、そう。はい。じゃあところてん、はい、行きましょうか。ところてんはもう。あ、いきなりところてんから行こう。大本命。あの田島くんがところてんって言ってた。じゃあ一発目。めっちゃ見てるやん。はい、じゃあ行きまーす。めっちゃ見てるやん。はい、そんな入れんのみたいな顔して見てるんじゃああれ。え、そんな入れんのみたいな細田クジラの肉うまかったよね、美味しかったもう細田って言われるもうないでしょはい、じゃあ、村井さん、ところてん実食お願いします実食そこそこちゃうであ、でも視聴者の人はところてん嫌いって言いますねおう、うん静かやなあんま喋らへんああ、おいスーじゃないですか。なんかもうめちゃめちゃ、うん、うん、あんなんちゃうもんいつも。ところてんって何味？スー？あのね、ちょっと酸っぱい。あ、でもところてんって酸っぱいでしょ。サンバイズ、サンバイズ。ああ。もずく食ってるみたい。ああ。もずく食ってるみたい。っていうことはもずくも食うっていうこと？うん。これ大丈夫？いや、もずくとちゃうでしょ、ところてん。もずくと違う。あの食感が嫌いとか。あでもこんにゃくやもんな。これ酢ですか黒蜜どっちって言ってるの。これ酢ですね。酢の方。だってもうなんか顔が楽しくなさそうですもん。ちなみに村井さんところてんってどのタイミングで頼んだりするんですか。ご飯屋さん行ったりとか。まあたまに。なんかぼんやりした答えやな。まあたまにな。ぼんやりした答えやな。まああのはいなんか売ってるよね。コンビニとかでね。あ、まあね。ああやって演技してるんちゃう。ああ、なるほどね。村井店長、そうやって考えるタイプの人間から。うまいな。美味しいな。怪しいな、あの顔も。もういいっすか？もういい？あ、もうお腹いっぱい？もういいっすか？大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫？大丈夫？皆さん。はい。3倍ずいやいやという人もいますね。じゃあ次、2品目。村井さん騙せたら、他の人に罰ゲームにしますか？ああいいっすね。さっきねポンコツさんもあれやったけど。じゃあポンコツさんに罰ゲーム。あいいっすねいいっすね。いいことだし。それいいっすね。逃れたのに。西南目。ペヤング。田島行こうと。田島もどうせなるやん。最後。じゃあ次三あと三品どうしましょうかね。委員長は胃が臭いからって。どういうこと？
じゃあイカの塩辛行きましょうか。はい、はい、じゃあイカの塩辛、ね、イカ臭いからイカの塩辛。イカ臭いって言われてる。ただの悪口、ただの悪口。ただの悪口、確かにただの悪口ですね。悪口っすよ。イカの塩辛ね。はい、ああじゃあいただきます。はい、じゃあ食べてみましょう、食べましょうか。いただきます。ほんまなんか酒飲みのあれっすね、当てみたいな。急に笑顔よ。実食って言ってよ。あ、忘れてた。そうです。そんな実食いる。最後だけでいいじゃん。最後だけでいいんすよ、うん、まあ味とかね、こうどういう時に食べるとか。なんか食べ方上品ですね今日。そうですね、いつもこんなんすよ。でもね、すごいのに書き込んでる。まあイカの塩辛はね、白ご飯とかに合うよね、うん、ね。塩辛、あ、もう一緒か、そんなん。でも確かに村井店長の選び方うまいですよね。全部一癖ある食べ物ばっかだよね。そうそう、言われてる。その通りやと思いますもんね。途中で気づいてこれあかんやつと思って。なるほどね、うん、企画何するとか一切説明してなかったからね。言うてあげてよ。何やろうと思って、何でやろうと思って、ほんまに唐揚げくんと焼き鳥とうと思ったら違う違うと思って、これあかんやつ。村井さん、ちなみに塩辛はお酒のあてで食べるのか、ご飯のおかずで食べるのか、どっちですかって言われてますね。僕ビール、ね、あ、やっぱ酒のあて。そうですね、よく、はい、あの、はい、飲んでました。よく飲んでる、はい、飲んでる時に、はい、えって言われてるけど。まあ、さっきのところてんよりは確かにそう見えてまう。美味しそう、美味しい、美味しい、美味しい、もういい、もういい、もういい、大丈夫、もういい、もういい、もういい、結構。結構もう夜。じゃあ次3品目、じゃあチーズか卵豆腐ですけど、どっちしましょう。チーズ、チーズ、じゃあチーズね、お出しいただきましょうか。まあまあ、はい、それね。村井さん静かすぎて、まあ、ペヤングが余計にうるさいって書いてある。村井さん今食べてるからね。そうですね。あ、食べてた、静かなるわやっぱり、うん、うん。ポンコツさんの気持ちよかった。え、じゃあ、うん、静かなっちゃう。いや、ポンコツさんもでも今も静かですけどね。なんやったらもう腹いっぱいから、エロい、なんかエロいな。避けるチーズです、はい。ほんまに嫌や。ほんまに嫌。なんか嫌。ほんまに嫌や。この絵面大丈夫か。これ放送してええんか。ちょっと卑猥。これ放送して大丈夫。怪しいもんなもん。でも普通に食べてますね、エロい。エロい、エロいって言われてる。やめてやめて。ほんまに嫌。村井さん、チーズはどうなんですか。まあ結構ね、チーズもその固形チーズあったりとか、これ避けるチーズいろいろ、ピザ用のチーズとかもいろいろありますけど、チーズは全然僕食べますね。食べれる。どの種類のチーズが嫌いですか。僕わかんのはあの、うん、ブルーチーズ。あ、臭いやつね。 あれはちょっと臭いありますね。あ、じゃあ塩辛もありえますね、そうやったら。あ、なるほど、ね、匂い的にっていう。皆さんどうですか。またもっとエロい画像みたいですか。萌え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 。もう放送事故や。村井さん、ワインは飲むの。ワインは飲まないんです。飲まない。ビール、日本酒、あと焼酎、うん、ハイボール、コーラ、コーラ、コーラ、アルコール入ってへん。コーラ、カビやもんな。ブルーチーズね。じゃあチーズこんな感じでいいですか。はい、じゃあラスト、卵豆腐。卵豆腐はね、これむずいですね。むずいわ。いいですね、オッケーです。卵豆腐もなんだかんだ癖あるから。村井さん難しいね、意外に顔出ないね。じゃあ行きましょう。ちょっと太ってきましたもんね、また。確かに。ちょっとリバウンドしてきた。じゃあいただきます。はい、卵豆腐ね。いや普通や。あえて今口の中にちょっと残しました。村井さん、卵豆腐は箸使わずに吸うように食べて。吸うように、これを。よけ卑猥に見えへん、大丈夫。無理。あ、ちゃんとお箸使ってる。なんかこれだけちょっとおかしいな。なんか変。あ、なんかおかしいな。ああ、あれみたい、あのなん茶碗蒸しみたい。ああ、そうだ、まあまあね、茶碗蒸しみたい。こうやって見てたらムーロンめっちゃ分かりやすかったな。そんなコメントする。いや、さっきはコメントややこしいですよね、村井さんの。醤油かけた方がいい。初めて食べたみたいなコメントしてるやん。なんかね、いつもタレみたいなの書かれてますね、卵豆腐ね。茶碗蒸しみたいで。いや、これはおかしいな。卵豆腐相当。もうちょっと食べてもらえますか。ちょっともうちょっと言ってもらって。今の天然で発したコメントやったらもう卵豆腐が怪しい。口の中に転がすように食べてもらっていいですか。めっちゃ注文多いな。もう自分の時のハードル上がるで。お前や、下先で転がすように。ほんまやで、ペヤング。村井さん、卵豆腐はお酒と食べるの。髪の毛とペヤング、ね、いや、もうあの
一品で。まあ冷ややっこみたいな感じで。そうそうそう、あの夕飯の一品で食べます。あ、なるほど、はい。髪の毛とペヤング混ぜて食べる。何回言うんですかそれ。わからんでしょう。はい、じゃあ店長陣どうですかこれ。もういいですか、大丈夫？はい、じゃあこの4品の中に裏委員長の本当に嫌いなものが一つありますので、ちょっとそう、予想してくださいね皆さん。いや難しいけどね、コメントだけで言うたら私卵豆腐かなと思ったんですけどね。いや僕はイカの塩辛いと思いますけどね。卵豆腐好きやったらね、まあ、茶碗蒸しとは言わないですね。茶碗蒸し見たいみたいな、初めて食べたみたいな感じであれ天然やったらね、コメントだけやったら卵豆腐やけどな。ムーロンさんは何やと思いますか。僕ところてんぽい。ああ、それもあるね。いやでも卵豆腐嫌いな人っているん。いや、いる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 。卵豆腐言いますよ。そうなんや。茶碗蒸しみたいってびっくりしてたもん。まあ本当は僕らの回答は好きやったらそんなコメントするって言われて、卵豆腐で結構あれですね、視聴者の方はところてんちゃうかっていう人がかなり多いですね。たかしがところで、お酢が嫌っていうね、パターンで考えてる方、ところで持ってる時そんな入れるっていう顔してたもんね。じゃあこれで、ね、量多いってみたいな顔してたもんね。アンケートこれ、ね、村井さんが勝ち張ったらペヤングが罰ゲーム。いやだから違うって違うって、僕が勝ったらポンコツポンコツペヤングが、まあ指名してもいいと思います。そうですね、はい、指名制だって僕まだやってもないから、はい、僕 DH やっていいんですか、指名出した。いいですよ、はい。いやいや、もうポンコツ店長受けないこの自信感があかんでしょ。二択っすね、ペヤングか自分を返したいだけやん。自分を返したいだけやん。なすりつけ合いや。え、じゃあ店長陣の答えは一応どれ、卵豆腐。いや卵豆腐で。卵豆腐。お、わかりました。じゃあ、回答締め切りたいと思います。じゃあ視聴者の意見、はい、あ、割れましたね。おー、一緒や。イカの塩辛とところで、やっぱちょっと癖のあるもの。確かに塩辛っぽかったっすもんね。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、どれからや。いやもうイカの塩辛とところてんどっちか当たったら終わりみたいな。じゃあとりあえずところてん食べてもらいましょうか。そうですね、はい。じゃあところてん、はい、じゃあところでいただきます。はい、まだ残ってたね。あ、言わんと、はい。じゃあ、田島さんね、コールを実食。だんだんなんかクオリティ上がってない。寄せてってます、はい。じゃあこれところてん今食べております。ということは大丈夫です。好きです。これあ、大好きです。はい、ところで、ところではあのてか もずくとか、はい、あのメカブとか、はい、ここでのやつ僕めっちゃ好きです。あ、好きなんや。じゃあ次、はい、イカの塩辛も、はい、あれですね、投票入ってましたんでお願いします。じゃあ塩辛、はい。これ全部食ったらでも塩分やばそうやな。いや、まあ全部じゃなくていいですよ、食べれるだけで。はい、じゃこれ塩辛ね。めっちゃ食う、めっちゃ食うやん。全部じゃなくていいと思う。全然好きやったら大好きですって言ってくださいね。普通にうまい。うまい、うん、ということは大好きです。お、じゃあリスナーさんは外れましたね。じゃあ次ラスト、店長たちは卵豆腐できましたね。これで僕らも外されたらエグいですね。じゃあ卵豆腐、実食お願いしてもいいですか、村井さん。はい、じゃあ卵豆腐実食します。はい、お願いします。あれ、いけるんちゃう。はぁ、分からん、この人。おいしい。大丈夫です。大好き、大好きです。じゃあ村井さん、嫌いなものはこれ、避けるチーズ。チーズ、僕ね、あのね、普通のピザチーズとか食えるんですけども、はいはい、このね、なんかかまぼこみたいな、なんか避けるチーズ、ぐにゃぐにゃしたあのチーズの味もしないし、はい、ほんまにチーズみたいな、なん練り製品みたいな感じの、あのすごい上手やったけどね。ありがとうございます。視聴者が完全に騙されたっていう風にコメントいただきましたよ。あのね、その選択肢なかったもん。金出して絶対に買わないです、これは。なるほど、はい。ということで、じゃあ指名してください。ペヤング、ペヤング、ペヤング一択や。はい、ペヤングどうぞ。ペヤング一択。ちょっとだけコメントだけさせてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。この後に響きますよ、でも僕ほんまに。この後に響くってどういうこと。だって僕今からそっち行くんすもん。あーあああ、考えなきゃ。最後でいいやん、最後でいいやん。田島、田島って言ってた。田島、そのね、僕がやられるのはいいんですけど、いいけど、この後ちょっときついですけど、まだ食べてないから関係ないって言われて。せやな、大変やな。村井店長がやる、ごめん、これ気をつけてください、ほんまにやばいっすか。田島って言われた。いや、ほんまにやばいから、これあかんわ、ほんまに。あの、本気でやったら僕立てなくなる。細田部長、ちょっとこれコツ教えてあげた方がいいんじゃない。細田部長にやってほしいもん、なんやったら。マジで、これね、はい、なんか叩き方ね、うん、こう振り抜くよりも、はい、ちょうどここにバーンと当てる方がいいの。こうミートさせる方がいい。バーンといけるのかしら。なるほどね。こうする
も、はい、いや、勢い強い、勢い強いからちょっと田島さん、お尻出してもらっていい？ちょっとだけあ、ちょっと練習ってことね。こんな感じ。痛い、痛い、あー、なるほど。だって、痛い、だって痛いもん。痛い、それが痛いもん、そもそも。よし、行こうかー。でも、なんかもう目隠し用意されてるし。でもその代わりペヤングさん当たったらあれやからね、指名できるから。わかりました、はい、いや、あのね、知らないと思うんですけど、めっちゃ怖いですからね。この間そうやったもんね、怖かったもんね。目隠しは怖い。あー、もう嫌やわー。ちょっと、いやー、今のはでも確かに村井さん上手やったからな。やっぱ騙されたね。いや、わからんかったっすね。乳首、乳首、乳首。なんか喜ぶから、喜ぶから、それ。ちょっと待って。ほんまに、お前ら元伏せコンビ、ほんまに。お前違うか、乳首ドリル。じゃあ、行くぞー。怖ーっ、待って。行くでー、せーの。うわあ、開いたー。まだや、まだや、当たってへん、当たってへん。あの、ほんまに痛いもん。あ、ほんまに。行くでー。腰引けてますか、大丈夫これ。もまあ、え、今の、今の赤は俺、くせえわ。細田店長やってください。いや、それ、だからあれや、村井さんやるふりしょ、結局それ。これ難しいわ。いったー、もうもうもう痛い。7度一仕事したみたいな。もう痛い。イチャイチャすなってこれね。イチャイチャすな。あのね、これ多分目隠ししてたらいつ来るか分からへんから、ね、腰も引けへんし、なんか痛いし、痛いし、後々胃が痛なるし、思いっきり言ったらほんまに痛そうやから、こうこうパッてやろうとすんねんけども、加減が難しい。あのね、こうなんていうの、お腹がこうなるんですよ、この後。はい、じゃあ次どうします。じゃあ次田島さんか、細田さんか。なんでやねん。思ったじゃ足震えてる。じゃあ細田いきましょうか。じゃあみんなお待ちかねの細田になりましたね。細田店長何持ってきたんやろ。細田店長はね、今日はお寿司シリーズですね。あ、いいな、お寿司いいな。はい、お品書きはこちらです。あ、その寿司細田店長になったんや。マグロ、イクラ、サーモン、ハマチ、この4品の中から1品だけもう大嫌いなものがあります。昼も寿司ちゃうかった。あ、昼寿司ちゃう。お弁当ですか。あー、なるほど。お腹痛いもんな、なんかそうやね、ちょっと上がる感じだよね。あの、おキンキンパチン行かれたらさ、なんであれお腹痛くなるんやろな。細田行け、細田。細田ってめっちゃ言われてる。はい、じゃあこれ、ウーロン、腹やばい、関係ない。腹やばい。しっかり見てくれてる。出とる方やん。はい、細田頑張れ、細田行けって書いてありますわ。はい、じゃあ細田店長、これどうします。店長陣、じゃあ細田どれから食べてもらいましょうか。ではもうここ無難にマグロから行きましょうよ。マグロ、マグロからね。わかりました。だってさっきクジラの肉食ってたやつだから、マグロはないと思ってるんですよ、僕。なるほど、マグロ。じゃあちょっとこれ細田店長、半分残してもらってもいい？最後実食やろうと。半分残す。割るの難しいじゃん、だってネタ切れへんもん。あ、そう。イケの字が違う。イケってあのようにイケのイケになってる。おさて嬢もなんか、いくらかな、ブチブチが言いやそう、いくらやろうってめっちゃ来てますよ。あ、でもそのコメントについてはどうですか。俺でもマグロ嫌いって言うしまいますね。そのコメントについてはどうかだけちょっと一言もらっていいですか。全然喋らない。総理大臣困った時みたいになってるじゃん。あれやね、ガヤに攻められる時ね。困った時のコメントみたいになってるやん。じゃあそうしましょうか。醤油あった？あ、はいはい、オッケー。あ、ちっちゃいお寿司になってる。さばきに行ったろうが。あ、めちゃめちゃうまいことやってもらってるじゃないですか。じゃあはい、一品目、マグロ、お願いします。細田だんまりか。全部好きだが、ガリは食え。ガリ美味しいのにね。ガリ美味しいですね。いや、でもガリ…めっちゃ食うで、俺。めっちゃ黙ってんで。あ、そういうスタイルで行くつもりやな、あれ。生臭いもんねって言ってますけど。お店長、これマグロはどうなんですか。お寿司屋さん行ったら頼まれるんですか。頼みますね。一番原価率高いんでね。そこリアルやわー。それリアルやわ。もう利益率と原価率がやめよう。お前や。あ、元トロはマグロが一番いいんですよ、皆さん。トロは好きですか。トロは好きです。あの、やっぱ大トロが好きですね。イクラは好きですか。イクラ…いいです。怪しいやん。当たり前じゃないですか。イクラも高いからね、原価率。原価率。原価率。あの人は損得で考えるんですね、ご飯。回転寿司しか行かないからね。細田手で食べるとか、2のフリーって書いてあるんですけど。めちゃくちゃ言われてるよ。すごい、ね、我々はそんなことよう言いませんけど、はい、リスナーはもう自由なんで。僕らはよう言わないですけど。次々もう回転寿司屋さん、もう待てんで。
いいの皆さん、皆さん大丈夫反応大丈夫こんな感じで。じゃあ回転寿司で回ってるいくら食べられますか？めっちゃ食べるよ。江戸っ子？江戸っ子。細田のその手が鬱陶しい。いくら半分に切るのきついな。ねえ、難しいよ ね。じゃあ次。あ、じゃあもういくら乗せてええで、別に。え、どういうことどういうことどういうこと。いや、多分いくら好きやで、これ。あ、切れた。なるほどね。これはいくら好き。じゃあ次、何にします？ほんじゃもういくらはちょっと置いといて、ハマチにしましょう。ハマチ。じゃあごめん、ちょっと。いくら押すなぁ。ハマチ、ああ、ちゃんとね。じゃあハマチ行きましょう。だってもうリスナーさんもずっといくらいくら言うてますからね。でもまあ、マグロ生臭いから嫌いという人もたまにいるよねっていう人もいますね。ハマチなんか嫌いな人おらんでしょ。いやでもどうでしょうね。ちょっと油というか、なんて言ったんやろう。僕でもちっちゃい頃ハマチ嫌いでした。最近になって食べれるのになりましたけど。でも食わず嫌いとかありますもんね、やっぱね。確かに。ちょっとね、油っこいのね、ハマチ、ね。じゃあハマチ。コメントお願いします。美味しいですか？うん。怒ってるもん。適当。細田言うから。あれやん、予算追っかけてる時の顔なんて最終それあのあんまり放送できないね。月末の顔、月末の顔なってるやん、それ。ちなみに細田、レビトラは何番目に頼むんですか？レビトラって何？あの、今言っときますけど、細田そこのコメントに入ってないです。入ってない。バイバイが勝手に細田ってつけましたから、今。入ってた。生物嫌いっていう人もいますね。どうですか、ハマチ、美味しい。美味しい。ハマチも頼む、結構。ハマチも頼みますね。なんて。ブリは好きですか？ブリは好きですよ。ヒラマサは？魚、基本嫌いなもんないんですよ。サマカナの卵は嫌いですか？魚卵。卵好きですよ。タラコ。白子も好きですよ。明太子、大好き大好き。あ、心ほんまに好きそう。やったらいくら買うでしょ。私お酒飲まないんですけど、酒のあてとかも大好きなんですよ。あー、ね、味濃いもんね。塩辛とか。そう。あ、じゃあさっきね、村井さん食べてましたけど。美味しかった。じゃあ次。じゃあ明太子は、焼いたらあまり好きじゃないんですよ。うん、あー、なるほどなるほど。味変わりますもんね。そう。なんかボソボソしたもん嫌いなんですね。さっきのレバーと一緒で ね。なんか焼くと食感変わるでしょ。はい。あかんのですよ。パサッとしますね。いくらって何の卵？鮭、鮭。うん、鮭ですね。白子は卵ちゃう。超ザメです。白子は卵ちゃう。超ザメはキャビアでしょ。急にかだ。白子は卵じゃなくてキンキンや、ね。そう、おキンキンのことです。白子はおキンキンの方です。はい、男性の方の方。じゃあ次3番目。潰される方ですね。そう。ハリセンで僕ら。次じゃあいくらかサーモンどっちしましょう。サーモン。親子や親子。サーモン。サーモン。サーモン。じゃあはい。サーモンが親やね。はい。じゃあ食べましょう。いくらがこうやね。なんで最後まで言い切ったんですか。はい、いくら美味しいね。さっきでもね、サーモン嫌いという人もいましたね。あ、いました、いました。ちょっとすごいな、私サーモン美味しくないですか？僕サーモンね、ね、あんまりいやね。あ、村井さんのダメ。脂っこくて。だからあ、でもトロが好きでしょ？トロ好き。脂っこいじゃないですか。ちょっと違う。一緒じゃん。じゃあ、細ばサーモンね、食べてくださいね。これほんま。サーモンちょっと脂なんて言おうとしたかだけ教えてもらっていいですか？なんて言おうとした。これほんまに食わず嫌いなんで、実は全部好きとか、ポンコツ、ポンコツやめてください。一番ポンコツやん。それほんまに。食べたら、いける場合もあるんですよ。ほんまに食わず嫌いやから。食ったことないんで。マグロ食ったことないとかないでしょ、だってそんな。マグロ食ったことないってないやん、そんなもん。ええって。いくらは魚卵全般のことを指しますって言われてるんです。マグロ食ったことないとか。いや、でもこの中に食ったことないもんある？僕ない。そうですね。全部食ったことあるよ。ポンコツ店長は何が嫌いと思う、この中で。僕ブリとか、ブリとか言って、ブリとかタイとか。なんでタイ嫌いです、僕ちょっと。いくらっすかね。いくら。おそば、サーモンはいかがでしょうか。サーモンはもう王道ですね。あ、王道なんですか。サーモンの上のトッピングについてどう思います？どういうこと？オニオンサーモンとかよくあるじゃないですか。あかん。アボガドサーモンとか。あかん。サーモン単体が好きなんですか？サーモン単体が好き。オニオンサーモン美味しいよね。なんで王道なんですか、サーモンが。マグロじゃないですか。サーモンから始まって、サーモンで終わるんですよ。どういうこと？回転寿司行ったら。締めが原価、原価率やったらマグロじゃないですか。まあ、美味しいですもんね。あ、マグロは、うん。原価率はマグロないけど、やらしいからマグロばっかり食べとった。どういうこと？原価率の話してる時点でやらしいですからね。お前やで、ね。そんなで考えんのね。テレビでやってたん、テレビで。じゃあ最後、いくら行きましょう。そうだ、店長。タラちゃん、いくらちゃん、ね、はい、行きましょう。フル演技すなって書いてある。ガリは食べないんですか？
これキュウリ乗ってますやん。あ、まさかのキュウリがいい。あれなんでキュウリって乗ってんすか、いくらに。いつも軍艦のねやつね、はい、なんでなんすか。元回転寿司屋の店員の田島さん、ですね、ほんまにわからないです、はい、なあ具材乗せてただけなんで。あれ俺あのあれやと思う。あ、ちょっと見させてもらっていい。あめっちゃ黙る。見てください。だけ醤油、醤油何してんのあれ。わかんないです。めっちゃ落とすやん。じゃいくらが落ちたか拾ってんねん。細田早押して眠なってきた。減らすためって書いてある。違う違う違う、落ちたやつをまだ。まだやってるんすか。入った。笑ってる。いくらっぽいね。なんかめっちゃ笑ってますもん。だっていやでもスーッと食いました。どうですかどうですかどうですか。コメントいただいていいですか。総理、総理コメントいただいてよろしいでしょうか。困ってんな。もしかして初めて食べました？え、そんなことある？いくら初めて？総理、お水飲みます？大丈夫ですか？いや、美味しい美味しい美味しい、うん、いける、いけるいける。ちょっと怒ってるし。あの怒るのちょっと分からへんわ私。怒ってるっておもろいな。ちなみにこの中で嫌いな、食べ物の理由って食感ですか味ですかなんですかってねコメント来てますけど。いやだから、うん、食べたことないから。ただのほんまの。怒ってる怒ってるわ。怖い。めっちゃ切れてる。怒ってない。食べたことないから。はい、あのイメージなんですよ。イメージ、うん、イメージイメージ。どんなイメージを持ってたんですか。じゃあ、なんやろ、気持ち悪いというか。気持ち悪い。あでもいくらっぽいな。でもすいくら食ったことないことってなか、うん、確かにいくら食ったことないこともおかしい、うん、マグロもあるやろうし。さな、細田店長金持ってるからな。そこそのくせでも原価率とか言う。原価率気にしてたからな。金持ってるって。持ってない持ってない。もうなんか寿司の食い方がこうね。こうピュッピュッ。じゃあ以上で、4品ね食べていただきましたけども、じゃあ一応アンケートね取りたいと思います。食ったことないって言ってはっ てやったらマグロ、いくら、サーモンじゃない。マグロ消えるやろ。うん、サーモンも食ったことないって。でもサーモンやったらイクラってなんやかんや食うやないですかみんな。いやでも食わず嫌いやから、食わず嫌いやから食ったことないって。あ、そう、まあそれもあるし、そうそうそう、まあ嫌いなものもあるからね。そうそうそう、はい。でハマチも趣旨に乗っとっとんですよ私は。それ店長結構好きなもんしか食べへんタイプじゃいます。でもどっちか言ったらもしかしたら。でも、ね、ええー、年したい。じゃあ原価率ずっと食べてるってことですね。そうそうそう。一応一応おこなの。卵は食べないですか？原価率低いんで。卵食べへん。あ、原価率低いですもんね。美味しいのにね。茶碗蒸しは食べる。細ばの小さい時とかいくらなかったんじゃん。あるわ。いくらない時代とか。あるわ。逆に高値の花やからな。なるほど。憧れやで、いくらとか。あ、そう。バナナの時代ちゃうからな、俺。バナナ。あ、昔バナナが高級品やったからね。あ、そうなんですか。はい、じゃあ天井陣はいかがでしょうか。今の意見も参考に。サーモンちゃいます？まあ普通に言ったらいくらやけど、サーモンもちょっと臭い。臭、う、い、ん。なんか細田店長とサーモン似合わへんもんなんか。そこ。なんか似合う。似合う。ハマチとかめっちゃ似合うやん。なるほど。ブリ、まあまあまあ、いい魚ね。そうそうそう。いくらとか、ね。どうですか。じゃあちょっとね視聴者のじゃあ回答を開けたいと思います。まあそうなりますということで、まあね、まあ、視聴者の、一番嫌いなもの投票いくらやりました。店長陣はどうですか。いくらいくらやな。いくら。じゃあ実食タイムに行きたいと思います。じゃあいくらね。ちょっと気になるのが、はい、いくらが大根芝居。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 芝居芝居芝居。大根縛りって聞こえてどう。大根縛りやばいよ。村井さんイコール卒業ね。じゃあ、ペヤングさん、あのコールをお願いします。実食。はい。出てきた実食。実食。こんなん出てくんねや。細田とジージって同い年なの。え、そうなんすか。一個上。どっちがですか。私。え、マジっすか。マジマジ。ジーズの方が上やと思ってた。僕もそう思ってた。マリ、はい、いくら食べてもらっていいですか。茶碗蒸しは原価率低いよーって言ってますね。はい、じゃあいくらの実食。いくらやったんや。水吹きそうになったから。めっちゃ落とすやん。めっちゃ落とす。いくらないんじゃなって。そんなあかんのんすか。
あ、食べた。え、でも食ったことない言うてはったもんね。いくらじゃあ、おさ店長全部食べ終われる？大丈夫？いくら落としたやつ汗かいてるあ、アレルギーとかじゃないですよね。アレルギーやったらやばいですよね。じゃあ、おさ店長ダメだったらそんなにおさ店長、赤方参りましたですよ。参りましたえ、何が分かるんですか。じゃあちょっとダメな理由を。やっぱ想像通りですね。なんかこう臭い、磯臭いというか、ああ、うん、気分悪くて顔色悪いやん。股間張りせーん。うわ、絶対無理よこんな。じゃあ誰が行きますか。美味しいのいない。いくらいくらダメ。誰が行きましょうか。行く気満々やん。あ、行ってこい行ってこい。あ、誰が行くじゃん。あ、僕ですか。そんなもう大先輩に股間張りせんなんかちょっと僕恐れ多いですけど。じゃあ やってもらい。いや、やってもらい。2人並んでいきましょう。いや、おかしいやん。おかしい。パンパンってあの、残りの食材はスタッフがあの美味しくいただく。はい、はい、あれは食べてる、ちゃんと食べてる。口の中がもうやっぱ無理やった。細葉美味しい。村井さん美味しいもんな。細葉はやっぱ無理っぽかったね。目隠しどこ行った。目隠し。おそば目隠しいんの。いや、いりますよ、さすがに。ちょ、恐怖を味わってもらわないとね。どんだけ恨みあんの。まあまあ、やられてるからさ、自分の店で。普通のでちょっともう飽きたね。あ、高橋親分スタイルや。めっちゃ怖い。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。立ち上げパターン、それ。いや、もうそんなん僕ちょっとわからないんで、あんまりそういうの詳しくないんで、すみません。似合いますね、そのあの歌舞伎みたいな。めっちゃ似合う。違和感ないわ。あ、なんか今の慌てよ。今のはなしやろ。空気圧ですね、今のは。ちょっと待って、今ちょっとびっくりしとったや。ほんまに怖いわ。ほんまに怖いわ。ちょっとわかる、目隠しとか全然気配が。あ、これこれこうスナップスナップ。これが痛いこれね、なんか、うん、痛かった。帰ってけえ。俺もちょこっとやっただけでなんかうわっうわっなる。もうね、これね、こうやるより先これが痛いです。これがこれがね、あふんって言ったんですかね。いや、僕も先輩にやりたくないんすけどね。いや、あのね、皆さん、一番あれが痛いね。ほんまに。さっきちょんがね。あのね、さっきちょんが痛い。細田、感想お願いします。痛い。いくらの感想もお願いしていいですか。あ、いくらの感想。くさ。ということで、じゃあ次、田島さんですね。僕、でも、何でも食べれますけどね、言うて。なんかね、嫌いなもんあんまりないっていうふうに聞きましたけど、ダフった感じ。なんかもう、でも、今日のテーブルがもうすでに汚いです。もうやらかした。ちょっときれいに拭いて、ちゃんとウェットディッシュあるから。やり倒した後みたいな。あ、なんて誰ややり倒したやつか、まあ。何をペヤング頑張るな。頑張るな。多分ペヤングのあの股間ハリセンみたいでしょ、みんな。いや、僕が、だって、騙したら、誰かにできるんでしょ。そうですよ。もしかしたらまた細田店長になるか。あれや。でもペヤングの時あれでしょ、リスナーさんが当たったら1回と、はいはい、僕らが当たったら全員僕は全員かわしたらそっち全員やりますよ。ほんまに喧嘩やん。はい、じゃ あ、ペヤングさんのお品書きはこちらの4品です。でもこれも難しくない。納豆、焼きそば、らっきょう、パクチー。納豆嫌いな人いますもん、ね、ただ1個は消えてるけど。まああれはだってイコールやもんね。ちなみにペヤングチリゲの理由今聞いとくぞ。あ、ですね、今日ね、ちょっとあの皆さんご存知だと思うんですけど、会議がありまして、はい、やっぱ上層部の方とお会いするんで、はい、チリゲは良くないと思ってアイロンを今日いつも5分とかしか当てないんですけど、髪の毛にアイロン当てるんですけどね、それを30分かけてやったんです。めっちゃ当ててるやん。めっちゃまっすぐになったんですよ。うわー、今日いけてるわーと思って外出て湿気でやられました。プレイさんしか笑ってへん。湿度計の原理やん、それ。はい、もう、はい、それちょっとお団子のしたらちょっと黒柳さんの髪型みたいな。バカにすんなよ。はぁって言われた。はい、いや、でもこれチリ毛の人分かるんですよ、湿気も本当に。いや、分かります。私も、ね、あの癖毛だから分かりますよ。ダサ、嘘、ハート。嘘、優しい嘘、ハート。優しいけど嘘。優しい嘘。でもダサって書いてある。じゃあ、これ4品ありますけど、店長陣、じゃあどれからいきましょうか、ペヤングさん。
とりあえず焼きそば。焼きそば最後じゃない。最後っすかね、大鳥。じゃあどっから行きます。ラッキョ。賞味これ3択やからな。そうですね。ラッキョ。パクチーは。パクチー。パクチーって、じゃあムーロンさんがパクチーって言ってるか、パクチーにしましょうか。じゃあパクチーラーメンね、あると思うんで。まだもうちょっとかかる。1分、 あと1分。じゃあ、え、そもそもラッキョ、パクチーってなんなん。香草ですね。コリアンダー、中華料理とかに出てきますよね。違う。え、パクチー。え、パクチーってコリアンダーのこと。いや、あ、今日見たら中華コーナーに置いてましたよ。そう、中華コーナー、あの中華料理によく入ってるんですよ、パクチー。え、食わないですかみんな。いや、パクチーは知ってるよ。じゃあ後で食べてもらおうか。パクチーあるから。美味しいですよ。調味料として。え、あれやんな。え、パクチーってコリアンダーのことやんな。違うっけ、リスナーさん、皆さん。違うかったっけ。え、パクチーにパクチーはパクチーですからな。コリアンダーって香草。え、違うかったっけ。パクチーとコリアンダーは別物。え、違うんや。細田、流行りのパクチー知らないの。あ、じゃあ一緒って書いてますよ。コリアンダーとパクチー一緒って。ですよね。はい。今調べたら、あの、ウィキペディアさんには、パクチーのことって書いてます。タイ料理とかに多いよ。生春巻きとかね。そうそう、美味しいんですよ、パクチー。パクチーとか。皆さん絶対知らないところで食べたことありますよ。知ってる知ってる。食べたことない。まあ、これ、ね、あんまりでも、どうなんやろうね。見た目にミントっぽくない、なんかちょっと。なんか、ちょっとちっちゃい、ピチピチピチ。あ、そう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 。な、見た目ミントっぽいやんね。はいはい、じゃあ、できました。じゃあ、あれも入れよう。調味料もちょっと入れよう。パクチーバーガーとかありましたよ。美味しいですけどね。まあでも、あの、中華好きな人はでもパクチー食べはるんじゃないかな。僕一番好きな食べ物が餃子なんですよ。あ、そうなんや。僕この前ムールの店長にも説明したんですけど、餃子が一番好きで。へえ。中華料理がそもそも好きなんで。餃子っぽいもんな。餃子っぽい、うん、顔が。顔。髪の毛も。髪の毛。それ焼きそばやん。皿うどん。悪い人おるわ、お前。それ東のに固まったやつ。じゃあもう今度から皿うどんになるやん、髪の毛。ねえ、次からあんかけ持ってこなあかんやつや。お前や、いけるかな。じゃあそれ用意できたら、あっちのカメラ映して持っていきたいと思います。ちょっとね、お湯沸かしてたからね。ただの悪口やんけ。香辛料となっているものをコリアンダー。へえ、そうなんや。葉野菜ね、タイ料理の食材として使うときはパクチーです。パクチー美味しいですね。でも確かにパクチーね、スーパーにはあんまり売ってなかった。あ、ほんまですか。もうほんまに、あの、調味料としては売ってましたけど。でもなんか、あの、パクチーっていうぐらいパクチーかけるとちょっとパクチーしすぎてるよね。全部パクチー。知ったかか。はい、じゃあパクチー今回は、ペヤングさんのね、はい、ラーメンにパクチーラーメンっていうのがあったんでね。ちょっと臭そうな感じになってますね。めっちゃ嫌がってる人いますけど。臭みたいな。はい、じゃあお渡しください。じゃあ一食目パクチー。臭そう。え、パクチーの匂いやからな、めっちゃ。パクチー。匂ってます。え、ちょっといい？はい、匂ってください。え、気になる気になる気になる。みんな。めちゃめちゃいい匂いでしょ？あー、なんかね、匂いトムヤンくんっぽい。トムヤンくんっぽい。なにこれ？え、パクチー知らん？いや、無理やろこれ。なんじゃこれ。まあ、悪い匂いじゃないけど。の顔。じゃあ、ペヤング、パクチー。実食お願いします。はい、汁から行こう。汁から、汁からですか。そないに入れんでいいやろ。パクチー、カメムシとよく似た独特の香り。あ、別名カメムシソ。ちょっとグルメコメントしながら。グルメ、あの、なんていうんやろ、めっちゃお上品な味がする。嘘つけ。ほんまほんまほんま。なんかミントっぽくて、なんかスーッとするというか。で、中華料理って濃いじゃないですか。だからパクチーで、なんていうんやろ、程よい感じする。細田パクチー知らんの。なんか麺食べていい。食べて食べて、うん、半分ぐらいこう。誰がパクチーよりパクチーやん。パクチーよりパクチー。どういうことやねん。細田はパクチーよりパクチーって。おもろい。どういうことやねん。おもろおもろい。あれやね、パクチーが入ってる。あれやね、アリよりのアリみたいな感じになってる。いやぁ、ね、まあ、ある程度食べたらね、次行ってもらってもいいですけど。汁も行こう、汁も。あれっぽいよね。え、トムヤン君っぽい感じ？なんか匂いそうな。まあでもその時タイ、ね、タイ料理とかあっちでよく使われてますね。春巻きも使われてますよね。絶対無理やわ。美味しい？めっちゃ美味しいですよ。で、初めてラーメンにパクチー入ったの食った。じゃあね、なんかパクチーマックスとかあったけど、もやきそばのあのペヤングの。え？なんでみんな？でも俺はめっちゃ怒られたけど今なんか。焼きそば以外全部無理やもん俺。苦手でしょね。納豆ラッキョ苦手ですもんね。無理無理。ペヤングそうやな。細田カメムシ。誰がどういうことやねん。めちゃくちゃ言われてるよ。どうですか皆さん、いける感じでいいですかね。これ1個目いけそうな感じっすかね。
はい、あ、歴説するのが怪しいって来てるな、うん、ほんまか、だってみんな知らんから意外に教えてあげたやな、さすがにパクチーは知ってるもんやと思ってあんな言わないですよ、普段めっちゃ情熱に喋るやん、いや、そんなもんちゃうんか、いつも喋ってると思うけどな僕、気のせいか知らんけど今気づいたことあんねんけど、ソロラーメンもペヤングなんや、そうなんですよ、マルカさんでしたかな、ね、ほんまや、ペヤングって書いてある、ちょっとマルカさんから次行きましょうか、じゃあそれ、じゃあちょっと置いとこうか確かにね、ペヤング1食目、じゃあ次2食目、納豆、焼きそば、ラッキョ、 CM 袋で CM な、焼きそば行きます、焼きそば行きましょう、あ、早速焼きそばできてるし、焼きそば CM 袋でこれペヤングっすよね、これ嫌いやったら衝撃やな、これ嫌いやったら衝撃やわ、店長1回、あっちじゃないんや、ギガマックスじゃないんや、頭と一緒やん、頭と一緒まあ似たようなもんですよね、私的には超大盛りの激辛ライス食べるんやつ、あれなんで置いてあるんですか、これ、いやあれ食べてもらうためにこうだよね、あ、足りんかったんですね、お湯がそうこれあれ、なるほど、ティファールじゃあかんかったんや、そう、あれだ、確か1リッターぐらいいるんじゃないかな、まあまあいるっすね、映ってるの、まあちょっとみんながペヤングペヤング、もうええから早く止まっていいですか、交通整理ね、はい、ペヤング、いいですか、はい、じゃあ2食目、焼きそばいただきます、はい、ペヤングさんお持ちしてやるんで食べてください、呪いのペコちゃん人形みたい似てる、呪われたペコちゃん人形、お前キレ売り割りであんだけ食うとったやないかじゃあ全然違うやん、もうなんなんもう辛いあれ激辛の方、めっちゃ辛い、辛い方やっぱり、何これ、え、辛いやつ辛いやつな辛い実は今日買ってきたんですから、それ罠やん、痛い、なんか普通に食ったけどなんか赤いな思ってて、それ罠やん、全部行きましょう、全部早く行こう、全部行こう、さっと行こう、あのすっげえ顔してる、これほんまに行ったら明日やばいですよお尻痛くなるやつ、まあある程度食べて、はい、これ食べるの、だ残したら村委員長が食べることになるし、とりあえず食べてみたい、うん、あ、食べてみたいんや、村井さんあれやった、今日あの超大盛りギガマックスあげるよちょっと村井店長、水取ってもらって、水あ、それ、これギガマックスくれんの、いいよ、痛いもん、え、でも2236キロカロリーって書いてあるんだけど大丈夫、あれあれにバター1本入れて食べるのが今流行ってるらしいんで、あれにバター1本入れたら何カロリーになるんですか、5000ぐらいいくんじゃないですか、それ1万キロカロリー言ってた、それ俺 YouTuber は死ぬやつ、死ぬやつ、それこれちょっと食べてもらってみていいですか、ちょっと食べていい冗談抜きで痛いですよ、じゃあいただきます、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、村井さんでも辛いの強そうやもんね、めっちゃ食うあ最初気づかないんですよ、パーって食べて、あなんか痛い、これ辛いわ、辛い、これ無理、辛い違う意味で無理、これ、うん、そう違う、うん、違う意味で無理、これ痛い、はい、2食目ね、まあ一応ペ、はい、あの焼きそばということで、じゃあこれいいですね、あ、でもうまい、辛うまい、うん、いける、水めっちゃ飲む、じゃあ次3品目、らっきょか納豆ですね、どっちにしましょう、納豆おそば食べ、絶対食うか、おそば辛いの嫌いやもんね、ピリ辛あかんから俺、あ、ちょっと待ってね、はい、あれまあまあ辛いっすよ、びっくりした、いや辛い、じゃあ今回納豆巻きの方にねしてますんで、はい、じゃあ持っていきましょうか、あ、納豆巻きか、はい、納豆とか大好物やからね、もういや、これ嫌いそう、醤油え、ちょっと待って、どういうことあれ、辛いから、あのあれやね、ミルクティー飲んでってことびっくりした、ミルクティーかけて食えんただの罰ゲームや納豆とか、めっちゃ美味しくないですか、まあ、僕は好きです、店長陣、どうなんですかね、納豆、でも、ポンコさん嫌いよね、多分嫌いです、やっぱりね、はい、野菜嫌いってだから納豆は美味しいですよね、体にいいしね、ピヤング結構食べるんですか、納豆、納豆をよう食べますね、僕。ほんまに？朝は食べない。昼ご飯とかによう出てきませんでした、でも。まあ。だって給食とかでも納豆のカップありましたもん、ね。家で飯。あ、それはないわ、そうなんや。てか家で飯食う？家で飯食ってましたよ、僕。だってずっと実家でしたもん。あ、そっか。めっちゃ疑うやん。細田の時代は納豆だよ。どういうことやねん。もうただ細田言いたいだけ。細田言いたいだけやろ。納豆、あ、食べてますね、ちゃんと。醤油がぬるぬるなってる。めっちゃ美味しい。美味しい。
ちゃ糸引いて、納豆の糸引いてるのが髪の毛とかぶってるよね。おかしいですね。分かんないですよね。もう分からへん。はあ、めっちゃ好きです。細麺はもう、納豆は無理なんですね。食べたことない。あ、食わず嫌いない。完全に食べます。食べたことないんすか。もう一回匂ったことある。美味しいっすよ普通に。分かんな。ムーロンさんはいけるんですか納豆。納豆大丈夫です、ね、あ食べるよ。美味しいっすよね。美味しい。栄養価も高いって聞いてます納豆は。まあ確かに大事だよ、ね、納豆はあれっすよ、高タンパクで血液をサラサラにするんですよ。腐ってんのに。いやそう、何の説得力も。発酵させるから。発酵、はい、OK かな。いいですか。はい、じゃあ4品目ラスト、らっきょ。らっきょ、もうらっきょといえばね、カレーの定番。まあ確かにね、福神漬けカレー好きやもんね。カレー大好き。はい、らっきょいきましょう。じゃあでも俺田島さんカレー食ってる時らっきょ入れてんの見たことないねんな。福神漬けはあるやったね。らっきょはカレーの定番。じゃあ僕お酒飲まないんでね。関係ある。らっきょってなんなん。らっきょって根っこじゃないんですか。なんかの根っこ。らっきょは熱く語ってから食べてくださいよ。カレーの定番。らっきょって何出てきてんのこれ。らっきょっていうもんがあるんすか。分からないです。ネギみたいな感じで球根。これらっきょって。らっきょって調べましょうか。らっきょってでもなんかいっぱい根になってるんやろ。なんかのきゅゆり根みたいな感じで。いでしか知らんな。ゆりか。ああ、あのあのつる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 のやつね。ゆりかネギかの多年草。ああ、玉ねぎのちっちゃいやつみたいですわ。ほんじゃいでらっきょしか知らん。まだ言う。もう言うと思ったわ。イデラッキョって言われて、なんでか知らんけど、はい、ラッキー池田が出てきてるけど、パッと。めちゃくちゃやないか。ネギ属性ですね。あー、おいしい。おいしい。でもさ、ネギって、犬ってネギやかんのんすよね。確か。あかん。ねえ、犬ネギやかんすよね。あかん。でも田島さんでちょっと、ね、犬っぽくないですか。どういうこと、どういうこと。人間じゃなかった、あの人。なんかちょっと犬っぽい。あ、でも確かに犬っぽい。犬っぽいのは犬っぽい。犬っぽいでしょ、うん、あの、黒くてちっちゃくてワシャワシャの犬いるじゃないですか。わかる。わかります。わかる。わしゃわしゃの黒くて、それかわいい。それかわいい。かわいい、かわいい、かわいい。だけ食べてーって言われて。食べましたよ。もう食べた。食べた。マンドラゴラ。呪いそうやん。マルチーズっぽい。マルチーズ。そう。うん。カレーの定番。どうですか。オッケーですか皆さん。はい。はい。じゃあこの中で一品だけ、ペヤングさんが嫌いなものがありますのでね。今のを見て。予想してください。愛くるしい雑種。結局雑種な。マルチーズ田島って書いたんで、なんかAV ダウンみたいになってる。率直すぎるでしょ発言が。マルチーズ田島って。めっちゃ喜んでるやん。バター犬とかみたいな感じ。いやでもパクチーだけやたら語りましたからね。じゃあはい、アンケート取ります。俺ら今日やと思う。はい、1納豆巻き、2焼きそば、3らっきょう、4パクチー。焼きそばもあるんちゃいます。焼きそばは辛かった。乾燥やもん。辛かった。で唇まだ痛いもん。痛い。この周りめっちゃ痛くない唇の。なんやったらさっきのハリセンのせいでお腹も痛いですから、ね、おキンキンな。おキンキンから上の方上がってくるやつ。はい、じゃあ店長陣はいかがでしょうか。僕らっきょうパクチー、相手の焼きそば。ああ、焼きそば絶対ないって。細田部長は、どうやろう、らっきょかな、パクチーかな。もうパクチーなんか絶対無理やもん。それ自分じゃない。それ自分やん。らっきょも無理でしょ。それただの自分なんだけど。納豆も無理でしょ、ないと。納豆、そうやね。匂いてか焼きそばの辛いのも無理やから、これ全部あかんやん、細田。ポンコツじゃないですか。お前一番ポンコツ。細田はどうする、どっちにする。何が。え、ラッキョかパクチーか。あ、じゃあ私ラッキョで。ラッキョ、はい、じゃあ視聴者の回答を締め切りまーす。ということで、一番嫌いなものは視聴者はラッキョ。焼きそばゼロや。え、じゃあこれでもし田島さんがラッキョ好きやったら、あ、どうなるの。みんな結構変わりすぎなのか。いやでも僕パクチーを知る。選なるほど、ムーロさんはパクチー言うてるから、うん、選んだところで股間ハリセンってこと。僕が選んでいいですね、人。いや僕じゃあパクチー当たってたらやらせてください。嫌ですよ。なんか話変わってるやん。パクチー当たったらじゃあ回避でいいんじゃないですか。え、てかパクチー当たったらやらせてください。嫌ですよって言うとパクチーですよ。あ、俺はパクチー。パクチー。いや、音よ。頑張れ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 。そこそこ。はいはい、じゃあとりあえずじゃあラッキョ、ラッキョ食べて。ラッキョ食べたいですね。はい、カレーのテーマですから。はい、ラッキョ食べて。
ただきます。細田ポンコツやん今日俺に厳しいない？みんな厳しいね。だってムーロンさんの顔は顔面変質。実食誰も言ってくれへん。お前ね、実食実食ちょっと俺に厳しいよね。はい、実食大好きです。いやもうカレーの定番ですもんね。だってカレーに あのいつも福神漬け入れるのラッキョがないんですよ。なるほどね。あ確かにな。そうそうそう、で福神漬けがあるからしゃーなし福神漬け。ラッキョがあったら絶対ラッキョ。マルチーズっぽいのにな。どういうこと？じゃあ次ムーロンさんが言ってたパクチーいきましょうか。パクチーね、これ正解やん。パクチー天井人パクチーでしょもう、はい、パクチー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 だからこれだったら僕ら3人からですよ。いやほんまにそういうのなしですよいやルールは変わるもんですよ。視聴者はどれでしたっけ？視聴者はラッキョ言ってました。視聴者もパクチーです。ああ、そうじゃないですね。視聴者もパクチーです。もう次から放送なくなんでじゃあ田島くん、あかんねや。あんだけ力説したのに。あかん方参りましたよね。これ食べる？あかん方参りましたよね。いただきます。あんなにパクチーパクチー言ってたのに。きついな。おしゃれや言うてたのに。流行りや言うてたのに。言ってたね。あかんねや。これちょっと。いや、行けや。無理や無理やったら参りましたよね。震えるんすよ、これ。一口食べなさい。え、そんなに？参りましたはい、ということで、ペヤング定食が嫌いな食べ物はパクチーでした。でも、騙されたね、視聴者はね。食べてみていい？あの、僕さっきからずっと水飲んでたじゃないですか。うん、飲んでた。ここにパクチーが残ってるから。じゃあ、ブライさんちょっと実食。ちょっと実食してみます。はい、食べたことない。なんかもう、これは初めてですね。何やろ食レポ。ホサ店長食べてみます？薬の味みたいな、それ。俺、匂いあかんから。あ、美味しい美味しい。あ、美味しいや。いや、ちょっとムーロンさん食べてください、一旦。ほんまにこれ一回みんな食べてほしい。もういやいや衝撃、もう匂い嗅いだだけで無理やもん。よう我慢したね、一発目。震えてましたよ、うわぁ、あ飲んでた、飲んでた。わかるでしょ。いや、俺、何このラーメンと。ことなかったけど。ちょっと、食べてください。飲むだけじゃない、汁。塩焼きそばにミント入れた感じ。いや、そんな上品。いや、もうわからへん。無理でしょ。あ、無理だよ。苦手やわ。これほんまにきついから。ポンポ店長なんでしょ。ポンポ無理やん、絶対。ポンポ店長なんかもう、どうやみたいな。食ってください。ジャングルの匂いや。俺は好き。美味しい。ほんまに無理。まあ、さっぱりしてるの好きな人やったら。美味しいっす。なんかもう、食べ物じゃないもん、これだけ。あ、でも。なあ。ヤクルトラーメンみたいな。ヤクルトラーメン。もう全然ダメ落ちなのかな。塩ラーメンっぽいよね。ヤクルトラーメンってないやねん。じゃほら。知りません。やったことあるんすか。緑の麺のヤクルトラーメン。もうだってあっちでディレクターさんもずっとこうやってますから。臭かったよね。あの確かパクチー無理やったよね。いやほんまにきついパクチー。すごい。もうヤクルトラーメンが分かんない。細田店長食べないの。いや無理って。ちょっとだけ飲んでください。汁だけ。もう無理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 。めっちゃ食ってる人いるけど、誰も求めてないですからね。はい、あちゃんと美味しくいただきましたって。しかも村井さんが口つけたやつだから余計無理。潔癖症、潔癖。ちゃんと全部食べた。はい、ということでじゃあ、田島君の勝ちということなんで、じゃあどうしましょうか。罰ゲーム、股間配線。僕が選べるシステムですか？あ、選んでいいよ。もう僕誰あのやりたいとかじゃないですけど、うん、やられたい。やっぱりあのずっとやってもらってる方がいるんで、お指名しますね。あ、どうぞ。ポンコツ店長。ポンコツさん。こっちか。やってない。だってもう俺やられへんかん。すごいもん。これもう今日ないやろみたいな。でもコメント自分選べ自分選ぶって書いてある。自分どうやる自分でこうやんの。じゃあえ細田店長どこやったん？え、ハリさん。え、僕がやったらいいんですかこれ。そう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 。え、目隠しした方がいい？もちろんもちろん。おまぎ最初やけど目隠しするの。ポンコ店長初めてですか？初めてです。寝れなくなりますよ。ちなみに村井さんはやったんやったっけ？まだまだまだってない。どういうことどういうことどういうこと何を何をこれ受けたことないですよね。ない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 。店長でもよかったですね。まだ今度なまだ今度まだ今度。顔が。もうちょっとこっち行ってもらっていいですか？お腹いっぱい。全然怖そうに見えないの。お前は怖ー言うてるけど。見た目が。全然ビビらへんねんなって。じゃ分かんないっすよ。目見えへんからやわ。目見えてたら多分怖いと思う。
リーチの差がありすぎるよね。あれずれたずれたこれちょっとあれちゃう、田島さんちょっとあれちゃう、今のは罰ゲームそそうちゃうの、ほんと、もう見てください、ああエースがちゃんとやりますからじゃあリーチの差ありすぎるよね早かったな早かったいやいや、細葉今の田島さん粗相したでって言われてるよ、構える前に来た、構える前粗相した、罰ゲーム粗相しようか、あのね、一つだけ言わせてください、ね、何回やるんだ、キーズ、ほんまに、ね、いや、粗相はあかんって、わかりました、これいらないですよ、今日、あ、いや、あ、じゃあ参議院リレーしたらええじゃん、もういや、あかんあかん、あかん、ほんまに言っとくけど思ってる以上に痛いから、いや、粗相はあかんって、ほら、コメント見てるから、粗相はね、粗相はやっぱり、一番面白くないもんだって、もう3回やるから、僕、二度とニコ生出へんから素振りやばい、素振りやばい、いや、止めがすごい、止めはるからあの人、やっぱり細前にしといたらよかったはい、じゃあやっぱこれやった方がいいよ、そうですね、その方が逆に恐怖心がない分当たっ、まあ、うん、痛いないねどっちも痛いやん、そうそう、ダメです、本当怖っ、あ、ちょっと待ってや、あペヤング頑張って、あー怖い細前いつやるか分からへんのも知ってるしくねくねすんな、そうそう、ちょっとオカマみたいなとちょっとオカマちゃんみたいなと怖い、いきなりなんか違う方向が出す制裁しはい、なんか違う方向痛い、下から来たね、あれは痛いね、ああどこから来たも分からへんし、はい、みんな集合、はい、ちゃんと喋れ細だって言われたちょっと一個気になるのがあるんですけど、はいはい、粒ウニがあるのはなんでなんですかこれ、あ、それね、一応粒、あのウニが嫌いな人もいたんですよ、へえ、でまあ一応予備で持ってきただけです、五目あんかけ焼きそばとか野菜が入ってるからね、そうそうそう、なるほどね、じゃあ集合してください、ウニは私ですね、そう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 、あ、ウニ嫌いなんですか、悪い人全然帰ってけえへんあの人ほんまに、あのね、ほんまに思ってる以上に2回は痛いですじゃあこっち集合でいきます、あ、そうですね、こっち集合、みんな下止まってあげてください、あの画角がちょっとね、思ってる以上にほんまに1回やってもらったら分かると思う画角が2回はあかん画角がちょっとそんな汚い話になるけど、はい、トイレ行けへんもん、そんなに、いやほんまに痛いっすから、そばはね、ほんまにひどい時なんかあれでしょ、お風呂入った時しみるんでしょ、あ、しみるもうほんまに痛いっす血出たりしないですかそれはないけど、お風呂入るでしょ、はい、シャワー浴びるでしょ、痛、はい、たたたたって、なんでどうしたんと思ったら、あ、なんか吸った感じみたいなのです、ね、野球ボールが当たったイメージ、林病とどっちが痛い、じゃあ、やったことですよ、村さん、じゃあ林病のが痛いからやったら、いや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 、絶対やる、絶対やる、村さん、じゃあ告知しながら、告知しながら、告知しながら、いやいや、痛い、村さんやっとこう、これ痛い、やっとこう、むっちゃ嬉しそうやん、ほら、村井ってきた。え、でもそんな言うてもでしょ、そうそうそう、みんなもうリアクションペヤングさん、じゃあ叩いてあげる、え、ちょっと待って、僕フルスイングするでこれなしでもいいですか、僕、あ、それつけたらいい、村井さん、マジであれや、委員長や、いや、やったことないから、ほんまにやっていや、なしの方がいいっす、ちょっと怖がってるやん、怖がってるやん、新しい AV やで、いきましょう、あ飛んでた痛い今のめっちゃどんどん下げて、どんどん村井さん、かわいい吹っ飛んでたあれ、リプレイでやりたい、これは痛い村井さん、これは林病とどっちが痛いあ、今のね、今日一ですわ、今日一か、いや、よかったっすね、うん、綺麗に入った、ちょっと誰か村井さんの代わりにちょっと告知してあげてくださいよ、体張ってくれたから、僕もお腹痛いっすか、お腹痛い、阪急豊中店に遊びに来てください、そんな雑やなはい、入れ替えもありますんでね、もうちょっと委員長に1個だけ聞きたいんですけど、林病とどっちが痛いですか、そうそうそう、言われてるコメントでこれ、マイク入ってます、入ってる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 、これこっちの上に、はい、皆さんね、良い顔真似しないようにね、はい、していただけたらと思いますんで、誰もしないでしょ、ちょっとこの辺叩いてもらってトン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 、おもろい、ほんまに痛いからね、はい、これほんまに痛い、やばい
はい、これを皆さん、神津島ではよくやられてますのでね。これも臭いししかもないやめてこれ強烈やった、はい、これは痛い、はい、ということで豊中行動でね、今日は食わず嫌いをさせていただきました、はい、またぜひね、集まってなんかいろいろやりたいと思います。女子にはわからん痛みやねどこで間違いないですね。もう男性職ちょっとこれはね、ちゃんと守って、遊びじゃないんでね遊びやもん遊びじゃないんだよ、出るたびに僕やられてるやろ、はい、ある程度覚悟してくるこの度胸をね、そうですね、もうちょっと評価してほしい。ようやった、ありがとうございますありがとうございます。ペヤングさん、最後に誕生日ショット欲しいから、じゃあ、まだいる欲しいやで、じゃあ2人でやった、あそこ2人でちょっとカッコつけてやって、カッコつけて、カッコつけて、誕生日の方がおるんですって。これやってください、やってください、キャラちゃうよ。僕、じゃあ、君だけのペヤングですって言うんで、その後、君だけの細田だよって言ってください。細田だよ、細田だよ、細田だよ、ちょっと笑ったらダメですよ、ちゃんと決めてください。ちょっと S でいきます。ああ、いきます、店長は S っけ出して S っけ出していきます。俺そんなキャラちゃうねん確かに俺妖精ってこれ僕の持ちネタ、ちょっとかっこかっこいい、かっこつけキャラ、かっこつけキャラでいきます。手本見せますね。やったって言われた、いきましょうか。そんなキャラちゃうねん僕からいきますね。はい、ちょっとキラキラ系でやりましょう、一緒に。俺の一番弱いの、いきます、はい、いいですか。はい、君だけのペヤングだよ、おめでとうございまーす、ありがとうございます。はい、おそばおそばーって言われてる。じゃあ最後締めてください、お願いします。なんで、君だけの細田だよ細田だよ細田だ、いや今日細田が流行ってたからそうやな、細田流行ってたな、細田だよが噛みそうやわだっただよ、関西弁でもいいですよ細田やで、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 昭和っぽいここで、ここで、はい、こうスッと足回して、ここをちょっとジャニーズっぽくやったらいいんちゃいます？こうスッと回して、かっこつけみたいな。俺こんなキャラちゃうんだよめっちゃ照れてるやんめっちゃ照れてるやん、わかんない顔ばっかなってるいやこれ皆さんレアですよ、レアレアよ、もう、ね、これ一緒ないから、じゃあちょっといただきましょうか。ちょ笑ってまうわ、かわいいかよって言われた、はい、せーの、はいちょっと一回後ろ向いた方がいいんちゃいます？そう、ちょっと整えて、ちょっとカッコつけ、この右足止めてもらって、こうくるって回るだけなんで、こうやってぎこっちでそれなんかおじいちゃんおじい、おばあちゃん、やっぱおばあちゃんえ、関西弁でいいですよ、よいしょ、細田やで、ね、はい、わかりました、はい、ちょっとおちんちんないんで、流行ってもらっていいですか君だけの細田やで、ね、これ誰得これ誰得よごめんなさい、リスナー喜んでます、おめでとう、ありがとう細田もう誰も得せえこれ今度から細田の罰ゲームなりそうめちゃめちゃおもろいおもろい、もうぜひね、豊中エリア、7月ぜひよろしくお願いします。はい、周年デモもありますんで、ぜひ P ワールドでチェックしてください、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日のチャンネル、来週は、新大阪店からの、ね、放送になりますんで、またぜひ土曜日からよろしくお願いします。お願いします。あと、堺店の放送の時にもしかしたらマネージャー集結の放送があるかもしれませんので、また随時、決まりましたら発表していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。細田嬉しい、ありがとうやって、いや僕のとこ取られてますからねでもペヤングも嬉しい、ありがとうって、ありがとうございます。はいじゃあありがとうございます。じゃあ、いや、そうや。ふに落ちてない。ふに落ちてない。いいじゃんね。後で怒られるかもしれないです。そうですね。それは甘んじてみんなで説教を受けたいと思いますので。はい、よろしくお願いします。ということで、こんな感じで今日は基本のチャンネル終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。それでは、さよなら。また土曜日、始めるさーい。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。